そ20代。僕たちに月曜日は来るのか。さあ始まりました。本当20代。98回ぐらい。98回になりましたか。杉谷とヘルメで。ありがとうございます。あげましょう、ございます。あげましょう、おめでとうございます。なんだかんだね。ここが会うのが、年明け初なんですよ。そうですね。なんなら1ヶ月ぶりぐらい。1ヶ月ぐらい、22でしょ、だって今日。いやね、皆さんちょっと、前回前々回は、それぞれ1人ずつのね、ゲスト2人体制っていうので、久しぶりに2人揃いましたと。そうですね。なんかパーマかかっちゃったり。なんか、服落ち着いたね。そうなんです。お気づきになりましたか。落ち着いた、落ち着いた。私ですね、前々回の放送を見て、うん、後輩にファッションバイヤー MB っていうやつのね、うん、なんかこう本おしゃれの教科書みたいなやつをグッドシングスとして授かりましてですね、それを見て勉強しました。おお、まさに勉強しました。私マジ、でしかも非常にこうね体型立っていて、うん、こういう法則があると、まずはこれを外すなみたいなことを言ってくださるわけですよ。はあ、ははあ、その書物が。それをもうユニクロに行ってですよ。もうね自分ができてないってことが分かっている状態からだとこう、うん、やっぱりこう学びが早いです。吸収が。はいはいはい。何のこだわりもないわけですから元より。確かにね。でこの水曜日の夜にですね、うん、今度髪までちょっと切ってまいろうというようなことで。それ関係、そっち関係の。もうガラリとまた変わっていく。すごいいいんじゃない、鬼のように成長していきますよ、うん、私は。うちの母さん多分変わったねって言うと思う。母さん、うちの母さん杉谷の服装を気にしてる。あ、そう、うん、すいませんねお母さん。見てるかな、ね、いや、いいね。あ、そう、うん、それはいいんじゃないですか。ちょっともうゴリゴリ行こうと思ってますよ。今日のゲストも実はその僕の衣装関係に携わっていた、ある意味、意味が分かりませんけどね、それだけ聞いてもっていう方をお連れしましたけどね。なるほどね。いや、1月ももう後半になって。そうだよね、びっくりっていうか。確かに22か。バタバタしてる間に22。皆さんもね、なんか脅し文句があるじゃないですか、こう1年ももうどんだけ過ぎたからねみたいな。計算してみたら24とかになるともう15分の1とかだよね。そうね、過ぎてるわけで。そうね、うん、そっかって、そっかって感じですね。ここまで何してたっけ、うん、みたいな気分にもなりますけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか、ね。本当ですね。はい、本送20代、今年もじゃあやっていきましょう。やってまいりましょうよ。はい、はい、というわけで本送20代というのが、うん、まあ20代がどんなやつらなのかというのをこう、まあ、僕らとあと一人ずつゲストを呼びしながら、まあ、なんかこのリアルを見ていただこうと、うん、まあ、自由に話してそれでこう皆さんに感じていただくと、はい、そうですね、いうことですね。いろんなやついるよと。いろんなやつが実はいるんですよこれ、うん、っていうことをねお見せしたいというような番組でございます。はい、あとね、副題がね、はい、副題、僕たちに月曜日は来るのかっていうことを言ってますが、うん、まあ、これはもう放送コードほとんどなしと、なし、禁止用語なしみたいなつもりでやっておりまして、もう言いたいことは言うと、はい、うん、どんなテーマに対してでも、ね、うん、ことでやっていくというわけで、はい、まあ、いつか月曜日が来ない可能性がある。そう、途中でね止めろと、うん、あり得るかなっていうような覚悟ができてますよっていうような意気込み、はい、ね、やってますけど、やってますから ね、 結局ね、続いてますから、続いてますから、温かい視聴者が、本当に温かいですよ。いや、はい、また視聴者がなんか増えてた。あ、そう、うん、なんか最近なんか俺は誰、うん、その人誰か知らないんだけど、僕のなんかイベントに来てくれたらしい人がなんか、まあ主催者がいて僕がゲストで呼ばれて喋って、まあその主催者になんか連絡があったらしくて、なんかもうそれで今60回まで見てるって。あ、そう、アーカイブをガンガン攻めてきてる。ガンガンまたこう、そういう人いるよね。じわりじわりと聞く人には超聞くみたいなところがどうやらあるみたいで大変ありがたい。何がいいんですかね。60とかになると僕も出てきてますけどね。確かにね、そうだね、ということで、まあそういう方もいるみたいで、ぜひともよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします、はい、そしてですね、まあ、せっかくこう生でやっておりますので我々、はい、双方向性の、ね、ある番組にしたいということで、まあ、皆さんからメールだったり、はい、ツイッターだったりというのをぜひいただきたいと思っております、はい、で、メールの方がこちらですね。
本草アットデムクラドット TV、HONSOU アットマーク DMCR ドット TV まで、はい、お願いいただけるともうその場でこう見てますと。その場で見ます。でしかも本当に丁寧に我々取り扱いますから、うん、全部読む、というわけで卑猥な言葉とか書いても全部読む、全部読みます。それはもうしょうがないですから、うん、しょうがない明日にも出ますけど、ね、はい、ありがとうございます、はい、まあ1日に何本も送られると多少の省略などはありますけど、まずは送っていただければそこはもうよしなにしますんで、僕らが嬉しい、ね、本当に嬉しいですよ、はい、ありがたい話ですよ、はいはい。で、ツイッターの方でも受け付けております、はい、ツイッターの方だ と、はい、まずアカウントがありまして、はい、アットマーク本草20、はい、HONSOU20、はい、これはアカウントになっておりますので、はい、こちらにリプライ飛ばしてくれると、これもこちらで見ていると、うん、そういうわけでございます、いう形になって、あとは、まあ、ハッシュタグをね、うん、アットマークをハッシュタグに変えていただいてつぶやいていただいても見てますと、はい、ちゃんと見てますので、ぜひなんかこうね、杉庵の服装よっ、うん、変わったねとかね、そういうの欲しい、やっぱりね、今自信をつけていかないと、やっぱり変わり際っていうのはやっぱ大事ですから ね、大事だよね、こう知らないレスポンスが欲しいよね、うん、あとまあなんか久しぶりに2人揃ったって話ですけど、うん、前回前々回で特に前々回の方で友達が見てたよって言って、特にたっくんとかはねまた言ってくるわけですよ、全部見てるっていうやつが、やばいね、ただ今日は本装じゃなかった気がするとほういうことを、ね、言われるわけですよ。なんか、うん、俺ぐいぐい進めるじゃん、うん、お前がゆるゆるしてっから、うん、あ、そうね、でお前がいないと逆にこうぐいぐい進みすぎて超テンポ良くなっちゃって、うん、あれみたいな、まだこの時間あるどうしようみたいなことが起きて、なるほどなるほど、うん、でなんか、うん、見る側としてもあれみたいな、ああってなったらしいんですよ。それね、前回メール来てたよ。でしょ、なんか、うん、そうそうそう、うん、あ、見た、うん、そうそうそう、うん、メール来てて、うん、なんかそういうのありましたね。そうで、まあ、逆もね多少しかりだと思うんで、うん、まあ、今日ようやく本草ということで、うん、そうですねということでございますけど、じゃあちょっとゲストをお招きして、確かに呼びましょう、今日のゲスト、はい、本日のゲストはこちらの方でございます、どうぞ。ああごめんなさい、ありがとうございます、はい、まあ、お座りください、はい、失礼します、高橋美香さんです。はい、高橋美香です。よろしくお願いします。さっき変な紹介の仕方をしちゃいましたが、前ね、うん、ここで何回も宣伝させてもらって、視聴者の方も何人か見ていただいた、うん、コボルテという劇団のここ、ね、ビハインドスコアボードっていうので僕主演をさせてもらったところで衣装チーフをされてと、衣装係というそうですね、されていて、はい、なんか服装とかね、全部この子じゃ映ってた服装とかは、うん、彼女は、まあ、そう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 だね、まあ、あの時はあれあの時はまだ間に合ってなかったかな、まあ、うん、なんだけど、まあ本番でも、もうちょっと着これぐらいがいいんだよみたいなよく言われるんですなんかすごい上げる大輝さんがめっちゃ上げる大輝さんがね、いや それはもうちょっと下げた方がおしゃれなんですよ、うん、そういうことなんですねって、大変勉強になったわけですけども、そこからゆっくりと成長していっていると私もねと、はい、いうことですけど、で次回また実はこぼるて2つ目のあって、ああ その時は俺出ないんだけど、うん、今度は役者で出られるということで、そうです、今日ちょっと宣伝も兼ねつつ、はい、なのでもしよかったらお願いします、はい、お願いします、またね、じゃあ宣伝の方も、あ、それも次のやつ、いやいや、これは前回のね、次のやつは出てるの、なんかこういった、あ、もうツイッターに更新は、じゃあ後でちょっとね、出してもらって宣伝もしてもらいたいと思いますが、はい、これの2弾でございます、お願いします、僕も絶対見に行きます、ありがとうございます、よろしくお願いします、さて、というわけで、揃ったところで、はい、最後のコーナーの話を先にしておきたいんですけども、後半の、ね、10時半ぐらいかな、はい、本草20代の名物、本草マンダラ、はい、本草マンダラですけども、すごい、これマンダラですね、はい、マンダラっていうのがあって、まあこれをまあモチーフにしたっていうとちょっと、うん、マンダラに失礼みたいなところありますけども、まあ、これな感じでこうトピックをバーって並べまして、まあ、とやってましたね、けど、はい、すごい、いろいろあった中で本日のトピックがまた出てきますと、はい、こちらですね、で、ここから、皆さんに、選んでいただいて、で、それを取り上げて喋ると、そうですね、ツイッターの方では投票できるようになってますし、はい、メールだとこれ話してほしいっていうのをメールいただければ、はい、気軽にいただいて、はい、でこれ投票が来ないと本当に喋れないっていうような状況がね起きますので、ぜひお願いします、多いやつ喋るからね、はい、本当に、ね、最近は、なるほど、はい、というわけでちょっと一個一個ね、最初はねラジオ的に聞いてる方もいらっしゃるので、はい、やっていきたいと、一つ目、はい、受け継ぐって難しいよね、
僕なんですけど、まあ、なんかあらゆる団体とかがね、代替わりしたり、社長が変わったりとか、まあ、全部ですけど、なんかこう考えてたことがちゃんと受け継がれるかどうか、逆にガチガチに受け継いでしまって、その後できないとかねっていうことも絶対あるんだろうなって話を知った方がいいかなっていうのが一つ目、ですと。二つ目が、子供って本当すごいねっていうことなんですけど、あの最近ね、なんかあの東大のなんか授業の一環で、なんか子供に東大生が全力で自分の研究分野を伝えてみると、幼稚園児に、っていうのをやってみようっていう、でそういうテレビ番組を作ろうみたいなのをやってて、でそれの MC や係みたいなので、あの杉山さんにやってほしいって言って、あの呼んでくださったんですね、でそれでやってて、その子供と大学生の先生役の間に挟まれながら、あのまあなんか取り持ちをしたんだけど、もうクソ面白いんだよねやっぱ子供ってっていうので、本当すげえなと思ったっていう話が2つ目の。あ、いいね、面白そう。はい、はい、で3つ目か。3つ目、一生懸命考えた面白い作り話はその場で生まれた面白いハプニングに勝てるか。これはちょっと関連してるんですけど、結構子供クソ面白いぞと、で、あの実は今日もあのインプロって言ってね、まあ、即興の演劇みたいなのの、まあちょっとこうなんだろう、セミナーというわけじゃないけども、ワークショップみたいなところに行ってきて、でいろいろこうあの練習とかしてきたんだけども、やっぱね面白いんだよね、ちょっとしたことが、っていうので、逆にこう漫才とか一生懸命練ってねやってたりする側からすると、あのどうしようなみたいなところもあってっていう話でございます。はい、4つ目でしょう。雪降りましたね、こちらは私です。ミカさん、ミカです。ミカさん、はい、雪降ったなと思って、雪が好きらしくて。好きです、好きなんですよ雪が、っていう話を、したいと。なかなかね、雪をこう素直に喜べる大人ってなかなかいないわけですから、そろそろ。え、喜ばないですか。ちょっと面倒くさくなってきたね最近。僕は北海道人なんで。あ、北海道だからもう普通に、あ、雪降りみたいな、あるもんだよ。雪降りました、降りましたねじゃないですよね。まあでも降ってたらしいっすよね、東京でもね。はい、次行きましょうか。5つ目ですか、はい、最近の女の子どう。はい、これヘルメですね。まあ、これは、まあ、なんかさっきちょっと仕事だったんだけど、はい、まあ、参加してくれてるワークショップが、あの男の子が、はい、なんかめっちゃ本装好きらしくて、あ、そう、もう最近はなんかもう好きすぎて、マンダラの時に自分の問い作ってるんだって、遅れそれ。そうそう、送ってくれたらそれワンチャン拾うから。だから、いや遅れよって言ったの。頼んだ、遅れ遅れって言ったんだけど、はいはい、いやーまあとか言ってた。じゃあなんかないの最近の問いがって言ったら、いやちょっとメモってるんで出してって言ってそっから出してたんだ。そうで、はいはいはい、あ、最近の女の子どうですねとか言って、まあなんかそう、彼曰くなんかこう、はいはいはい、どうやらなんか最近なんて言うんだろうな、ちょっとちょっと太めの女性が緩いワイドパンツを履いて、みんな同じような髪型をして、なんかごまかしてるみたいなこと言ってたんだけど、まあ僕いまいちちょっとよく分かんなかったんだけど、まあなんかそういう傾向があって、なんかなって思ってるらしいという問いでしたね。お前もよく分かってねえじゃねえか。あ、まあ、探り探りあんまりその先の女の子見てなかったので、まあ、女の子今日来ましたし、ありがたいこと。そうそうそう、はい、だからまあいいかなと思って、取り入れてみました。はい、で次ですね、はい、6つ目、はい、付き合う時は結婚を付き合う時は結婚を前提にするべきですかってやつですね、はい、これは、まあ、だからさっきみんなで話してて、いや僕は結婚を前提にして付き合いますみたいな、いや俺は付き合わないけどみたいな、え、どう、じゃあ何をどう付き合うのみたいな、いやなんか付き合ってたら、あ、この子2年スパンぐらいかなっていうのが分かるっていう話をしててどういうことだよとか思いながら、まあお二人どうですかっていう、いや面白いですね、ちょっと聞きたいところですね、はいはい、で、7つ目、はい、趣味を仕事にすべきかしないべきか、はい、私なんですけど、いやなんか、いや次も大学卒業して、私は就職をするんですけど、で別に自分の趣味を仕事にしてるわけじゃないんですけど、いやこのままその会社に就職して会社に捧げるのか、でもなんか趣味を仕事にしてる人もいるじゃないですか、普通に、はいはい、
あすごいなって自分では思ってて、うん、いやどっちがいいのかな、うん、って思った結果です。はい、なるほどやっぱこういう問いは多くなるね、こう20代連れてくるとやっぱりそうですよ、うん、はい、切実な問いです。最後いきましょうか、はい、男と女っている最後を締めるすげえ、すごいね、全部壊してくるようなやつだったんで、ね、最後に置いたんですけど、これ何ですか、これいります、いります、どういう意味ですか、いりますという、ね、なんか私あんまり、うん、なんかこれ言われると変だねってすごい言われるんですけど、はいはいはい、男の子と女の子の意識はあんまりこうあんまりなんか自分の頭の中に置いてなくて、なんか男友達でも女友達でも一緒なんですけど、人間、そう人間です、人間って感じなんですけど、はいはいはい、それがおかしいって言われるんですよ。あの女子校、今いるのが女子校なので、うん、なんか女子校のお茶の水で、そうです、でみんなでこうやって話してるとなんか女子大ね、女子大で話してると、うんうん、おかしいと、なんかいやなんか男友達と別にご飯食べに行く意味なくないみたいなこと言われるんですよ。あーなんか友達が成立するかみたいなね、男友達とご飯に行く意味がない、はい、行くんなら恋愛対象の男的やね、多分ね、うん、いや別に男友達と話すこともあるし、うん、恋愛対象の人と話すこともあるし、うん、それは別のことで、うん、でもなんかすごいそれを批判されるので、うん、あいるのかな、うん、って思った、はい、なるほどね、はい、というわけで本日はこの8つの、はい、トークテーマから皆さんに選んでいただいて、はい、話していきたいと思いますので、ぜひとも投票とか、はい、メールとかでお願いいたします、はい、というわけでございます。はい、はい、では一通り行きましたので、久しぶりになりますがこちらのコーナー行きましょうか。そうそう、ドン、あなたに川柳読みますのコーナーでございます。イエーイ、こちらのコーナーでは、まあ、自己紹介がてらですね、まあ、自分になんかキャッチコピーというかタイトルみたいにつけるとしたらこんなんですよっていうのを出してもらいながら、ゲストの人とお話をしていって、そんな人なんだみたいなことをこう出していきつつ、僕らが最終的に、川柳にするならこうだと、うん、こんな風に読めますよっていうのをですね、出すと、はい、で最終的にこう2人のうちどっちが面白かったか、あるいはこうフィットしたか、良、はい、かったかっていうのをこう選んでいただくと。わかりました。でそれこう累計成績で最終的にこうまあ一喜一憂するというようなのまで含めての企画ということになりますので、今までどうなんですか、今のところこれは一々なのかな、あまだそんなに始まった、前回、はい、川柳じゃなくて、あなたにタイトルつけますっていうので、やって、はい、まあ彼が勝ったと、15勝して先に、何回勝ったんですか、5対13とか、あでもいい勝負ですね、なんでね、ありましたけども、で悔しいんでちょっと別のルールでやりましょうっていうようなことで第2弾の川柳ということになったというわけでございます、はい、それでは、まずはですね、なんか自分で考えてきた、まあ、タイトルみたいな、はい、自分表すならこんな感じですっていうのを出していただきましょう。どうぞ。はい、永遠の8歳、8歳ということですね、小3かな、ね、小あの、はい、普通これ18歳とかで言うんですよ永遠の18歳とか言ってババアが言ってるみたいな痛いみたいな、そういうまあギャグじゃないですか、うん、はい、8歳っつってるから、うん、どういうことなんでしょういや、ね、単純なんで、もう楽しい時はわー、泣きたい時はわー、うん、怒る時もわーっていう、全部わーじゃねえかっていうね人間なので、まあなんか、うん、それ小学校の友達に、うん、あの地元で会っても、うん、いや変わんないよねみたいな、小学生の時のねそうなんかすげえなそれ、居酒屋でみんなで飲んでも、うん、結局高橋美香ってうるさいよねみたいな、そうかそうるさい、ちょっと黙ってみたいな、分かった分かった変わんないよねみたいな話をしてて、うんうん、あそしたらもう小学校から変わってないんだなって思ったらもうこれかなと思って、はいはい、ね、いや実際その本当にムードメーカーというかメイクしてるっていうよりはムードを、うん、まあもう増幅しているっていうまあだからそのムードに乗っかってブワーみたいな、はあはあ、アンプリファーみたいな、アンプリファーなんでしょうね、アンプリファーしてますっていう感じだなって、元気な時は超元気だし、うん、そうですね、まあ、でも基本こう元気方向だなっていう、うん、だからあの稽古してる時もありがたい存在でした、そういう意味では、うん、
なんか静かなところに行くと、ね、すごいなんか高橋美香ってやっぱうるさいんだねって言われるんですよ。しみじみと感じるみたいな。こいつ元気だよ。あんまりイメージがまだ分かんないけど。ああどんな感じですか。どんな感じですか。なんか疲れ様です。たくさんみたいな。ああそうですみたいな。うん、感じです、うん、それはもうこっちが疲れてようがなんだろうが関係ないです、ね、関係ないです。うちなどエネルギーがバーンもう出ちゃってるんだ。出ちゃうんですよね、うん、嬉しいしあって、うん、そう普通に道端歩いてても楽しかったらスキップとかしちゃうし、最高だね。なかなかスキップできないからね、うんうん、世の男、まあ男でも何でもいいけど、まあなんか大体大人たちはもうスキップの仕方を忘れてると思う、はい、それはほとんど、うん、しようと思ってもできるかどうか分かんないぐらいだけど、日常で出ちゃうぐらい。そうなんですよね、うん、あね素晴らしいです。確かに表情豊かだよね、うん、そう本当ですか、うん、見ていて思うよ、うん、よかったです。っていう感じですね。だから初対面の印象はそんな感じで、ね、多分ね、うん、いやそれ間違ってない感じ。なるほど、ね、これでこう来るわけだ、はい、バッてきますよ。でも第一印象まんまですよね多分。うん、うん、そうね、うん、この感じ。なるほどね、うん、俺もだから本当にこの公演で会って喋るようになってみたいなところなん で、うん、でそれ以来もほとんど会ってなくて久しぶりにここにお呼びしたっていう、はい、あなるほどね、うん、ちなみに、うん、あのあれちょっとえ、はい、あの衣装とかをやってるわけではないの。いろいろやってんだよね。うん、中学校の頃から演劇をずっとやってて、ほうほう、でその時はもう役者もやるしスタッフもやるしみたいな感じだったんです、うん、で大学に入って初め役者をやってたんですけど、うん、やっぱスタッフって面白いなと思って音響やったり、ほう、衣装やったり、なんか振り付けやったりなんかいろいろしてます。ああ、以上、そうか、演劇を中心にこういろんなですね、演劇の中でやる役割をいろいろやっているので、はい、なんかこういろいろやっているという、そうそうそう、そうです。っていうのをやりつつ、実は学問は理系なんだよね。ほう、バリバリ、あ、数学、数学科です。なんですよマジどうやろうって感じでしょ。え、そうですか。いや俺もマジってなって、で、その後は何や、数学科なんだ、うん、はい、で就職ももうソニーに行って技術の方だよね、はい、多分ね、そうですっていうようなことなんですけど、ソニーっぽいかもね。あ、そうソニーっぽかった、ね、ソニーっぽい。俺が合ってるソニーの人の感じでうわ、なんか分かる。あ、本当ですか。あ、そう、分からんけど俺は全然なるほどね、はい、数学、うん、それな、何をやるのそれ。ね、私もよく分かってないです、うん、なんか知ったら分かってんだろう、さすがに。なんか、うん、なんだろう、数学、高校数学はすごいなんかもう定義がいっぱいあって、うん、そう使う、それを使ってやってたじゃないですか、うん、いやそれと同じなんですけど、うん、その定義を証明するみたいな、うん、そもそもそれ大丈夫なんだっけみたいな、その定義が合ってるのが多いみたいなっていうのをどんどん追い詰めていくみたいな感じのをやってたんですけど、うん、もう私はちょっと理解できない領域に今達しようとしているので、うん、卒業発表は逃げました。逃げるっていう選択肢あるの？あの、ちょっと物理方向に逃げました。あ、数学から逃げると物理になるんだ。物理とか科学とか情報とか応用よりに行って、まあとかなったかみたいな、あ、分からんでもないな。あ、なるほどなんかあれなのかね、哲学で言うとさ、その疑っていってこう我に思う我ありみたいな話みたいなことなの、多分そうだと思う。これも本当なのかってどんどん行った先に何があるのか、はい、すごいね。え、何、1たす1は本当に2なのかとかいうことなの。そうです、そうです。あ、やばいねいいじゃねえかみたいなねすごいよね。いやでも俺美しい、好きだよ数学、うん、あの博士を愛した数式とか好き。あ、読んでないですけど、うん、でなんかこう、なんかある時はこう、なんかある時とか、なんか数字にまつわる出来事があると、こう数に素数とか有愛数とか、うん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 、なんかいろいろ調べるよくて。あ、そうなんだ、うん、すごい、なんか面白いよね、うん、哲学と似てる部分はある気がするよね。だから考え方の、その突き詰めていくようなところって、ね、そうね、そもそもを問いまくるみたいな、うん、なんか、まあ、哲学なんですよ彼は。なんか、哲学なんか友達が言ってたけど、なんか Q を、うん、Q を微分すると円になって、うん、円を微分すると
哲学になるって言われて何言ってるんだけど、何を言ってるんだ。まあなんだけど、なんか要は言いたいのは、実在しないんだけども論じることができるんだって。なるほどね、形而上なんだ、っていう話聞いて、ほーみたいな虚数みたいな話、なんかね、そうそう、名前は面白いなと思います、教えてください、教えてください。微分積分真面目に知りたい気持ちは。僕の好きなそのズルーズ微分積分の話分かんないと読めないところがあって、ライプニッツとか、そうちょっとね、数学やりたいなと思います。でも微積は一応やったっちゃやった。なんかね、数学の時間は寝てて先生に起こされて外歩いてきなさいって優しく言われて、優しい先生すごい。ああじゃあちょっと外歩いてきます。で授業中外歩いてた。え、いいですね。目覚ますために。え、超いい。それ単位来たのっていうか卒業できたの。うん、もちろん。もちろん。全然もちろんじゃねえよ別に。セイ。セイ。ゆる。あ、そう。え、高校時代ですか。え、いいな。いや、いいんだ。いや、なんかサボりたくて。はあ。サボりたい。あのサボ。れないような学校だったんですよ。あ、そう。あ、まあ、お茶、お茶、あれ、高校も？もともとは、え、わかる、応援なんですよ。応援はわかるよ。応援がわかんなかったら何なんだよ。まあまあまあ、トップの、東京大学のこと？トップの、あの、女子校ですよ。もう、日本一ですよ。強いね。強くない。そうだわ、いろいろいたわね、あの、俺の知り合いが同級生だったりしては。で、なのでなんかサボるとかじゃなくて、なんかとりあえずサボりたかったらもう授業中寝るみたいな。立派にサボってんじゃないか。いや、なんか授業をなんか抜けて、なんか屋上行ってみんなでなんかやったり、カラオケ行ったり。学級崩壊だそれ。したかったんですけど。あるの？いや、うん、もうあるでしょ。もうすごい憧れ。屋上行ったりとかあったよ。怒られるけどね、バレないように頑張らないといけないけど。やっぱあれなの、昼休み学校出るとか、出ちゃダメだって言われて、外行ってランチするみたいな、それすごいやりたかったんですよね。 なんだかんださ、お嬢様なの？お嬢様じゃないです。でも、応援に行かれるっていうのはやっぱり中学から中学ってなるともうさ、まあ、お嬢様かどうか、まあ、いや別に立派なご身分のご家庭みたいな印象。出身はこちらなの？出身はこっちです。ははだからもう私10年間女子校なんですよ。うん、すっげえ。東大合格者70名だって。とかなんだよ、だから。そうです、そうです。本当に化け物ですよ。だから私は勉強しなかったから。別にそこは良し悪しはないけどさ。あ、そうですね。結果は0とかですね。ああ、そうかそうか。そのまま東大行って。で、そこ7年間なんだ。7年間？女子校、女子が10年間です。あ、10年間大学を含めるとね、中学からずっと。中学からなので。え、すごい。あの、ユーミートで、あの、男子校こじらせっていうのと、あの、それに対抗して女子校こじらせ記事っていうのまた出たんですよ、前。で、そこにこう、いろいろこう、女子校だったせいで、なんかこう、まあ、恋愛がどんどんこう、お花畑になってしまったりとか、こうなんか、まあ、BL だったりとかに手を出し完全にこう染まっていく人たちとか、まあ、なんかっていうような話がこう面白おかしくある記事があるんですけど、よかったら読んでほしいんですが、あのやっぱそういうようなこう女子校ずっとだと、女子ばっかりだと何か弊害みたいなのもあるのかね。逆じゃないですかね。なんか私はもうずっと女子校なんで、まだ弊害とか分かってないんですけど、女子校を巣立って共学に入った人たちが、なんかみんなまず女子に変わるんですよ。みんなが女子に変わる。それまでは女子じゃなかったのに、そう。あるし、ああ女になりやがったな。大学の入学式に入って、入学式で、なんか友達に言われた一言が衝撃だったんですけど、応援って男子校なんだよねって言われて、ほう。え？いや女子校だよ。って言って、事実に基づいた反論だからね、それは。なんですけど、担任の先生に確認しに行ったんですよ、高校3年生の時の。あの、すいません、もう行って男子校だったんですかって聞いたら、うん、そうだよって言われて、え男子校だったんですか、うん、男子校だよって言われて、終わり。それは先生も悪乗りに乗ってしまったってことっていうか、まあだから
ある意味その先生も応援出身の先生なんですけど、もう男みたいなもんだよお前らって言ってるわけね。そうそうで大学入ったら、うん、なんかみんな変わるんですよ、うん、共学の方に行くとね、女にね、そう、うん、あやばい女になってるみたいな、うん、夏休みぐらいに会ったら、うん、私変わってないみたいな、変わんなかったんだそういう意味でもだから8歳なんだそう変わってなくて、うん、あーみたいな、うん、いや外見は変わったんですけど、うん、なんか会っても、うん、誰だか分からなかったみたいな言われるんですけど、中身が変わらなさすぎてやっぱ変わってないねみたいな。でも女子校は女子校でやっぱめちゃくちゃ楽しいっていう聞くけどね。すごい楽しい、はっちゃけ方が違うみたいな。そうなんだ、すごい楽しいです。あの、まあ、変な話ですけど、うん、休み時間暑いともうスカートバサバサして、だからもう全部夢は壊されるらしい。そのなんか女子校ってものを思い描く男性陣の頭の中と現実っていうのは全然違うらしい。え、どんななんですか。いやいや、なんかさ、やっぱこう女子だけのね、花園、そう、まあ、男子の入れない、そのまあなんかな、まあ、知らねえけどおしとやかでね、はい、こうお嬢様みたいな感じなのかなとか思っちゃうわけですよ、うん、どっちかっていうと、うん、逆にどしもネタ言うみたいなこと聞いたことある。あ、それは経験しないんですよね。まあいいや、どしもネタの話もすんの。私あんましない、うん、してる組もあったんですけど、組もあるのね、なんか、うん、あんまり入れてもらえなかった。高橋君にも分かんないからもう言わない、だから8歳扱いなんだね一貫して、言っても分かんないからもうダメって言われて、あ、ごめん。いや、まあ掘っても掘ってもこんな感じですね、はい、なんか、あ、なるほどね、っていうところ。兄弟はいるんですか。お兄ちゃんがいます。あ、そう、一人一人、うん、兄と、うん、仲良し、仲良しです、うん、仲良しそうだね、うん、兄がやってるキングダムハーツを横でこう眺めてる。眺めてんだ、はい、やらせてとか言うわけじゃない。もうやらせてくれないからもうずっとこうやって眺めて、うん、あ、画質綺麗になったね、うん、え、ここで終わり、私ちょっとこの先気になるんだけど、でも出かけなきゃいけないから俺も行くみたいな。ちょっとそれさ、いつの話それ。この間お正月。いいね。いいね。あ、いいね。何ですか。お兄さんは社会人。社会人です。もう、うん、もう、もう次4年ですかね。あ、そう。社会人4年目。3つ、4つとかなんだ。はい。うん、そのです。あ、そう。いいね。いいね。いいね。なんかいいね。いいなと思った俺も。うん、今多分妹2人いるんだけど。家族3人で飲みに行ってます。うん、私と、ね、私抜きで。まあ、ちょっと酒のつまみにしてもらって、魚、酒の魚にしてもらって、これをね、うん、もう寝てるんじゃないですか。寝てんの、飲みすぎて。もうお父さんもこう飲んで、うん、もう大体もう1時間経ったらこうなって、あ、そうで起きたらじゃあ帰ろうかって帰る。家族も大体こんな感じなの。こんな感じです。ファンキー、ファン、私よりうるさいですよ。あ、そう、やばいね。サラブレッド投げてあるし、もうそうです。じゃあもうこのままだな、ちょっといいと思うしね。ちなみにこう、ソニーはなんでソニーなんですか。ああ、そうですね。ああ、いや、うん、なんか言ったら泣いてもらえたから。お、いいね。煽りかな。もう本当なんかこういうこと言いたくないんですけど、なんかくれた。そうなんですよ。なんか、おくれんだっつって。行っちゃうかな、学部生であまり研究職取ってくるってことって全然なくて、うん、で、そうだね、なんか陰性しか受けちゃダメっていうところも結構あって、うん、でもなんか理系の仕事がしたくてどうしようかなと思って、なんかいろいろ見てて、でも会社説明会も何も行かずに、うん、もう応募だけしてて、まあなんか話があったら行けたらいいかなみたいな感じで。やってたら、なんかポポンってポポンってね、会社説明会来たって言われて、いや行ってないんですって言って、じゃあなんかいろいろ聞いてよって言われて、あ、じゃあ一日のルーティン教えてくださいみたいなのから、うん、なんか、え、どういうことしたらいいんですかねみたいなことを、うん、普通に聞いて、なんか45分の面接だったんですよ、うん、一時面接が長いね、そもそもだね。そうなんですよ。が私15分で、あ、なんか全部聞き終わっちゃったって言われて
やばいみたいな。全部ちょっと聞き終わっちゃったって言ったの。え、向こうが向こうが、ね、向こうが、うん、向こう聞き終わっちゃった、もうダメだと、聞き終わっちゃったって、こいつら私に興味ねえぞ、あ、やばい、うん、終わったって思って、うん、でも15分で終わるのはさすがに俺らも怒られるからちょっと激質問してって言われて、なんでそのなんかもうズタズタ、なんかもうベロベロなんかもよダブダになってくる、うん、結局、うん、あの45分の面接を30分で私終わらせちゃったんですよ、うん、で、あ、もうこれ終わったと思って、うん、でもそれが6月1日だったんで、うん、あ、もう次の面接だと思って、うん、もう頑張ろうと思って次に行って、ね、うん、そしたら次の日、うん、連絡が来たんですよ、うんうん、次来てくださいみたいな、うん、あれでかっつって、やばい、おやばい来たみたいな、うん、で次行って、でまた話して、うん、で次が女の人がいて、うん、で女の人にちょっと働いてる人ってやっぱちょっと怖いイメージがあって、バリキャリーみたいな、ね、そうなんです、男の子はね、こう、うん、男の人は優しくしてくれるかもしれないね、うん、で面接とか、うん、もうちょっとパリッとした雰囲気で、うん、でなんかあのなんだっけ、みんなの就職わかんないや、就職の掲示板、ね、そうですそうです、掲示板になんか二次面接では自分の今研究してることを説明しなきゃいけないみたいな、うん、ことが書いてあって、ああやべえぞと、やばい、うん、ゼミまだ入って3ヶ月も経ってない、私に何が説明できるんだと思って思いながらも説明をし、うんうん、はい、じゃあ分かりました、でもそのまま45分間ちゃんと45分間生きて、うんうん、あ、よかったと思って、でもそのまま帰って、うんうん、あ、だよ、どうかな、うん、どうかなって、お母さん、マジで俺時系列で全部聞かされると思わなかった、もう面白いな、面白いね、言ったら、なんかその夜に電話来た、はい、内定です、はい、はい、ありがとうございます、内定を取るまでのミカさんのいいね、奇跡、揺るがないで、何かが揺るがない、何かが揺るがない、何かが揺るがない、ね、はい、そろそろですね、あの我々ちょっとシンキングタイムに入りたいと思いますので、はい、その間にこのパソコン使ったりしながら、あのそこで映るんで、はい、まあ、次回のその公演の、あの宣伝であるとか、はい、まあ、なんかもう別にソニーの宣伝をしてくれてもいいし、何でもいいんで、何かこう、CM を挟んでいただきたいと、ある意味ね、あ、分かりました、ね、え、僕らちょっと考えるんでね、え、話さないんですか、あの必要に応じて話しながら合図とか、わかりました、わかりました、こぼれてってすぐ出ないんだよね、え、あ、いやいやいや、あ、そうなんですよ、子がなんか、うん、小さいボルゼってなんだっていう話なんで、え、今ですね、はい、やってまして、はい、こぼれてという劇団、あ、久しぶりに見たな、ツイッター、そうです、で、これ本チラ完成してます、チラシを大きく したりしたらどうかな、こうか、うん、はい、これに出るんですけど、うん、僕は引退ができないっていうね、はい、あ、演劇引退できるかな、うん、心配です、まあ、引退ができるかどうか分かんないような人たちが作ってるし、話の内容もそんな感じだった、はい、カッパくんがね、そうです、だから作演出カッパくん前出てくれた彼もまあ続けて演出をしてますと、はい、で、はい、場所は駒場小空間で、はい、2月の23日の19時24日日の14時19時、27時14時19時、はい、やってる、これはあの二次試験がそうなんですよ、間に挟まっちゃうんでちょっと飛ぶんですけどね、25、26、ねえ、二次試験、東大の二次試験が、あ、そうなんです、東大の施設でやってるので、うん、どうしても、まあ、でもいい場所なんですよ、そう、ね、広くて真っ黒で、うん、いいとこ、うん、はい、というわけなんで、はい、よろしければ、よろしければ、ね、いらしていただきたいです、こんな感じで稽古してます、あら、なんかこう、賑やかだね、そうなんです、あ、そう、なんか隣の子となんかお揃いみたいになっちゃって、え、やばいってそうです、こんなメンバーでやってます、なんか大輝さんの昔の写真ないかな別に私そんなになんか宣伝、あ、なんかいろいろやってるんですよね、今劇団膝っていうのもやってて、まあ、それは多分もしかしたら予約終わっちゃったかもしれないです、うん、そうなんでしょう、もう予約終わっちゃったかもしれないんですけど、なんかやってたり、あと、あ、あっちだ、あっちだ、あるのかな、どっ
フチクラで出るのかな、フチ、いや、で今クラ、クラ今衣装をやってて、はいはいはい、2人芝居のやつですね。そうです、2人、あ、こっちじゃなかったこれ個人やから、クラスだ。今衣装で参加してるやつなんですけど、これですね、今この画面で出てるお二人がやってる劇を、うん、あの下北沢のなんかのお祭りの、うん、なんかに選ばれて、ね、選ばれて下北でやらせてもらえるんだよね。そうなんです。で、この二人が今頑張ってやってて、これですね、それの衣装をされて、そう、唐十郎の脚本で、うんうん、ちょっと私も見たんですけど、うん、脚本はすごい難しいんですよ、うんうん、ちょっと何言ってるのかよく分かんないみたいな、うん、脚本なんですけど、うん、それをなんかすごい2人が身体表現で頑張ってやってて、なんか見応えのあるものになってるので、なるほど、もしよかったら、はい、ね、2日のもうすぐですね、うん、2日、4日、5日、そうか、もうすぐだ、そうなんですよ、すぐなんですよ、なので、なるほど、まあ、ちょっとこれお金がかかっちゃったんですけど、詳細ですね、はい、はい、こんなんでやってるので、これももしよかったらいらしてください、はい、私はまた楽屋で遊んでます、はい何がおもろいね、今の、ちなみにそのこぼる手ではどんな感じの役なのかな、まあ、言える範囲ですけど、ね、分かんない、もう分かんねえんだ、分かんない、分かんねえんだ、まあ1ヶ月後とかですけどね、うん、あ、でもなんか一応あの、うん、大木さんがやってたのも野球のお話で、はいはいはい、今回も野球のお話で、はいはい、どこまで出てんだろう、情報として、ね、出していいラインがありますからね、そうなんですよ、割と、うん、そんなにあいつ野球好きだったっけみたいな気分ですけど、野球で揃えてきましたね、まあ、なんかちょっと青春的な感じでやりたかったのかな。あ、出た、部員2人の女子野球部の間にはピッチャーとキャッチャーの間しかなくて、グラウンドの端から端から端を行き交う、追えなれるように斜めしない直線で加速してキャッチボールは今日も学んでシャトルームみたいだ。出ました、わー、演劇にありがちなこうポエムですね。そう、あの、なんだかは分かんねえけども、なんか、うん、女子野球部の話なんだ、しかも部員2人しかいねえんだよね。そうです、僕って言ってるけど誰かが引退できないんでしょうねっていう、そうですね、ところまでしか推察できないわけですが、うん、まあ、あのカッパ君がやってるんで面白いでしょうということで、はい、ぜひ楽しいです、うん、稽古場がすごく、あの、僕の時はあの役者が4人しかいなくてね、そう、もうゴリ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 その2人のシーンとかばっかりだからゴリ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 やってたわけですよ、うん、それに対してやっぱりこう人数が多いとね、そうなんです、もう楽しげな感じになりそうだよね。でも、あ、ここにいるだ、いるんだ、鈴木海人劇団膝、はいはい、あ、今この鈴木海人が今頑張って劇を作ってる、うん、別のね、はい、そのやってるっていうの、いや、10人多いんですよね、うん、うん、で、なんかいろんなところからいろんな人が来てるんで、うん、楽しいです、はい、はい、というわけなんで、よろしければという、はい、ヘルメ君、いいかな、そろそろいいよ、まだ、もうあと5文字書かんで書いてないけど、なんとかする OK、じゃあ俺からいきますね、はい、やった、うそういう制限時間の川柳ってすごいですね、いきます、はい、それでは、発表させていただきましょう、はい、あなたに川柳読みますということで、はい、先に僕からドン、ドン、人生は毎日祭りだ爆発だ、ちょっと読み終わりに笑っちゃった、というわけでございまして、まあもうこの様子からも分かるようにもう毎日楽しげ、ちょっと私しばらくツボから出てきて、どれどれがツボ、何何何何分かんないけど、お、そう、ツボったんだな、な、とりあえず高評価いただいているということで、こちらでございます、ヘルメ君いい、まだまだなんだ人生はちょっと伸ばしすぎや説明で、毎日祭りだ、もうこれ以上のことは何もない、爆発してます、爆発してるよあの君から見たら別に爆発はしてないんだろうけど、外から見るとお前は何をエネルギーにそんなに推進してるんだっていうぐらい
え、そうかな、そうですかね、見えてるよっていうことなんですよ。おかしいな、おかしくない だから大体納得してもらえると思いますけどね、これ見てる人からすると。じゃあちょっと頑張って抑えますね、うん、いやいやいや、別に抑えろって言ってねえじゃん。いや、なんかちょっと毎日爆発してたらちょっと、いやいやいや違う、お前は爆発できるんだよ、できてる、てこれまで実績からして。毎日稽古場で爆発してたら、うんうん、だんだん嫌になりません？いや違う、あの爆発してるんだよ、すでにお前はもうそういう人間として捉えられてるから、あのもし途中でね、あ爆発やめようっつってスッてなり始めたら、みんなもう本当にビビるよ多分。え、じゃあ今スッてなってみます？無理だ無理だね、大丈夫だよ、もう性質からしてもうしょうがねえんだから。あーあー、そっか、うん、あのあれだよ、飛行機とかに持ち込みできないタイプ。やばい、それは危険物の類だから。聞いてください。何ですか？聞きます。フランス行ってたんですよ。フランス行ってた。で、あ、ね、旅行してましたね。そうです。で、飛行機乗ったんですよ。乗った。帰り一人で。フランスから12時間。はい。ああ、一人だと思って、どうしようかなって思いながら、こうなんかシンゴジラとか見ようかな、どうしようかなってこうやって前の画面でこうやってやってたんですよ。そしたら前の座席から、ひょこって子供が出てきて、もうずっとひょこひょこってやるから、もう私で毎回やるっていうのを12時間幸せだったね、飛行機の中ですら幸せだったね。もうあでもご飯食べてる時もぷよってくるから、何かこうアプローチをかけるとかではなくて、ただ喜ぶっていうスタイルのコミュニケーションしてた。もうちょっとあれは大変大変だったんですよ。あ、そう、そう、すごいこっちに求めてくるから、求められたらやっぱ返すしかないです。そうね、なんかしなきゃって特段何もできてないっていうんですけどねはい、良いですか？まあまあ、ちょっと今日はもう大丈夫です。いいですよ、それでやりなさい、はい、お疲れ。ヘルメ君、ドン、はい、分からない、どこにあるのか、表裏お前の感想だよね、もうね、はい、まあ、うん、うん、というより、うん、表とか裏とかみんな言うけど、ミカ、うん、ちゃん、それよく分かってないんじゃないかな。でもね、そんなものすら獲得せずに、うん、まだ8歳だからだって。そうそうそう、俺がというより、私が、うん、分かってねえな、どうやら私が分かってねえのか、ほんと建前みたいな概念をまだ獲得してねえなと、うんうん、いや、うん、私どうしたのみんなみたいな。あ、逆にみんなはね、そうそう、そんな表裏にこな困ってるみたいだけど、そうだから男女いるとかだからそういうのに言っちゃうんですよね。ああ、なるほど、ね、というわけなんで、こちらの2つから、まあ、ちょっと選んでいただいて、あのジャッジいただくということで、あの、まあ、こっちかなっていう直感でいいんで、直感、はい、決まりましたら、はい、僕らドラムロールを流しますので、はい、どうでしょうか。今決め方を決めかけてます。あ、決め方を決めるってプロシージャーみたいな。もう今どちらにしようかなって決めてみたいな。あ、もう失礼ですよね。いや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 、もうその辺はお任せしよう、基本的には本当にもう全部任せてる、それは、うん、決めました。はい、はい、いきましょう、はい、ドゥルルルルルルルじゃんじゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。いいね、どういったプロシージャーでお決めになるんですか。いや、良かったんですけど、ちょっと哲学じゃないですか。もう哲学なのこれちょっとミカちゃんには難しかったみたいな。いや、分かりやすいんですけど、なんかすごい考えたらすごい深そう、深すぎなところになんか一緒でそのジェスチャーも分かんねえしよ、深すぎてね、なんでだろうね、なんでだろう、いやでも面白い、いいよな、うんうん、こう思ったからこう書いただけですねこれは本当に。はい、というわけで本日は、はい、人生は毎日祭りだ爆発だということで、はい、こちらに決定いたしました。いただきました、ありがとうございます。ございました、ありがとうございます。はい、疲れた、ね、なかなかやっぱり爆発してるからなかなかこう馬力が持たないところもあるけど、二つ目のコーナーに参りましょうか。はい、行きましょう。二つ目のコーナーこちらです。朝読みニュース、イエーイ、はーい、
早くもイエイが言えるぐらい元気になっておりますが、はい、2つ目のコーナー、こちらはですね、本日の朝刊をざらっと読んで何か言うと、はい、でそれはもう浅くね、うん、なんとなくこうかなっていう20代こんな感じですよっていうふうにね思うわけですよね。やっぱ一面はこれもうトランプですよ、うん、昨日ですかトランプは、ね、昨日ですっていうか昨日の明け方とかもう遅めの時間に日本時間だとそうかそうか、あの演説をしていて、まあ起動遅くなった人もいるかもしれませんけどもね、え全文が載ってる、うん、載ってるところありますね全部。それさっき思うとして断念しました、うん、断念しましたね途中で、うん、はいどうです、何かありましたか。うん、もう私これがなんだかすごい気になるんですよ、はい、ほ何写真ちょっと前出してますこれのなんかわかります、この辺にある、あこの辺にあるなんか落ちてる、うん、そう紙、うんうん、そことブーツに蝶々が、え、あ本当だ、蝶々が蝶々が この子の、ね、あって、あ素敵って思いました、うん、素敵だね。これあと下に落ちてるのはなんか書いてるね、アルファベットで、なんですかね、紙でトランプとか書いてるのかね、分かんないけど、なんでそこお前ちょっともう文字読めないから、あちょっと文字だと数式にしてもらわないと、ね、まあでもやっぱりトランプはすごい話題になりましたし、うん、ずっとね、あのここに分かりやすくこうトランプ政権が発表した6分野の政策ってここにあるんですけど、うん、まあ、ざっくり言えばこう、まあ、やっぱ国益重視だぞと、うん、あのまあ、アメリカが良くねえとダメじゃねえかと、あの、うんうん、なんか国際なんか世界平和とかいろいろ言ってるけど一旦アメリカ幸せにしようぜみたいなことはやっぱ言ってる気がしていますよね、うん、で貿易だと、まあ、TPP とかやめようとか、なんかある意味こうアメリカがずっとやってきたことをガラッと覆すで、あとその下にありますけどオバマケアっていうのがね、うん、あった、あここには載ってないのかなのとかも、まあ、ちょっと置いとこうってあのまた見直そう、あのなんか、国民皆保険制度みたいなもん、はい、日本におけるとかだった気がしますけど、あとまあこの外交ね、やっぱ力による平和なんだと、うん、やっぱ武力とか大事だよねっていうのが、うんうん、旧敵が味方になることも大丈夫ですよと、まあだから国益を中心にもう一回組み替えましょうとかいうことも言ってるんだろうなっていうのがパッと見ですけどね、うん、思うわけですね。あとこの不法移民とかも結構厳しくしていこうとかよく言ってますよね、アメリカ人のためのアメリカみたいなところがあるのかなっていうようなことをパッと見のこう感想だと抱きますけど、本当だ、オバマケアって書いてある、オバマケアっていう言葉だけは補足した、オバマケア撤退、撤廃しようってね、あ、うん、法人税を低くしようとかっていうことも言ってるわけですよ。だからあの結構こう僕は経済学部なのもあって、あの株価とかを見てるとむしろこうトランプ政権になってガンガン上がって、あそうなんですね、うん、トランプが何かこううまいことやってくれるんじゃないかっていうような期待はかなりあるわけですね。でもなんかに、うん、なんかのトランプさんの演説が小学6年生並みの英文だったみたいな、あとかね、そういう批判ありましたね。あれとか何なんですかね、何なんでしょうね、喋れなかったんですかね。そんなことはないと思う。この人はあの、実業家としてというかあの経営者として成功しているみたいなところから、うんうんうん、あの来ている大統領さんなわけですけど、トランプビルみたいなのがいっぱいあるんでしょ。そうですそうです、そうです、なんかニューヨークわかんないけど、うん、ワシントン、ワシントン、まあ、この辺はね、ぜひ何かこうご意見がある方はいただきたいなという感じですけど、うんうん、損得外交とか書いてありますけど、まあ、やっぱりアメリカがどうなるかっていう点で、まあ、日本も全然他事じゃないわけで、アメリカの変わるっていうのは、はい、なんかこうそもそも日米同盟ってアメリカ得なんだっけみたいなことを考え直すわけですね彼らは、うんうん、でその点から例えばその基地置いてやってんだから、はい、もっと金払えやみたいなこととかを言ってきたりっていうのが、うんうん、あなるほど、まあ、これまでも結構払ってたりするわけですけども、うん、まあ、言ってくるのかもねみたいなのもあると、確かにそれ日本どうしましょうっていうのも
出てくるんですね。怖いな、そう、怖いんでしょうね、戦争とかなんかそういうの。安倍さんもなんか、ね、非常に素朴な感想ですよね。まあでも20代のこう素朴なあれとしてはやっぱ、うん、怖いのはやめてほしいなと。そうです、とにかくそうです、ね、なんかみんなを軍隊に、私は軍隊に行くか分かんないですけど、みんなを軍隊に送り出すのも嫌だし。嫌だね。嫌です。嫌ですよ。なんかツイッターが来てますね、はい、オバマケアは日本のような国民みな保険ではなく、ああ強制的に民間の保険に加入させるものです。あ、そうなんだ。強制的なんだ。だから、まあ、みんな保険をかけようっていう考え方はあるけども、国がやっているっていうよりは民間で回そうっていうことなんで、そこちょっとすいません、僕知識不足でしたけど。関戸さん、ありがとうございます。そんな感じですね。へえ。メールも来てます。はい。まあまあ、うん、まあ、はい。はい。なんか、うん、他にありますか？あと相撲がなんかすごい。相撲。なんかすごい。相撲？ほら。あ、なんか勝ったのかな？なんか新しい人がついに。なんかこれもさっき LINE ニュースでもう合わせたかな。うん。うん。稀勢の里がどうなったの？明日。明日？千秋楽をまた見てしまうんだが。なんかこう日本人が勝てないみたいなね、うん、のはずっと言われていた中で日本勢で結構こう頑張ってるっていうのは出てた気がしますけど。うん、そうですね。ね。今日なんか決まるみたいです。うん、何らか。何かが、何らかが。あ、優勝までの結構。あ、初優勝が決まった。あ、もう決まったんだ。うん、13勝を挙げた大関、稀勢、稀勢の里の初優勝が決まった。はい、閉幕、壱岐の城を寄り切って、一敗を守り、ただ一人二敗で追っていた横綱白鵬が、平幕、鷹の岩に寄り切られ、日本出身力士の優勝は昨年秋場所の大関豪、ちょっと読み方わかんないですけど、同、うん、以来ということですね。まあなんか嬉しいような気分ですけどね、うん、これはどっちが稀勢の里なのかなっていうような気分。なんかまああんま知ってないね。そいつは稀勢の里でじゃない、間違いない。これを見た後どっちかはちょっと、うん、まあちょっとまあ分かんないですが、どっちもデブだからみたいなね。当然っていうかデブじゃないよね。まあ、お相撲さんでもうデブとかじゃない、デブとかじゃないけどね。いや、体脂肪率めっちゃ低いらしいですよね。って言いますよね。うん、全身筋肉みたいな、ごめんなさい、ちょっと言いますけど、ね、あんまり詳しくないんですけど、まあ、でもすごい相撲が好きな人とかもいますよね、友達だと、うん、マジ、ま、もうめっちゃ見るみたいなとかね。あ、はい、はい、そんなとこですかね。そんななんか、平和ですね、うん、まあね。あとは、ドラえもんが今やってるっていう今ね、今裏番組がドラえもんだっていう。あ、これのスタンドバイミーやってるんです。あ、これの、はい、じゃあ裏番組って俺が言っちゃったけどそうね、裏番組、ね、定番のボケみたいになってる、うん、もう、はい、次はもう分かってきたねそういうわけじゃないな。なるほどね、はい、まあいい時間ですし、ここでちょっと前半終わりにしましょうか。 そんなに本当に今日ないんです ねっていうわけで、これで前半ちょっと1時間が終わりになりまして、休憩、5分ぐらい挟んで、はい、次がグッドシングスと、本草マンダルということで、メールとツイッターの方ぜひお願いします。それではまた5分休憩です、はい。
はい、本草20代後半やってまいりましょう。本日のゲストは高橋美香さんでお送りしております。はい、はい、後半やってまいりましょうか。いきますが、メールがちょっと来て、はい、読んでもよろしいですか。はい、お願いします。メールいただきました、ありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。タイヤ泣かしも女は泣かさない新囚人さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。杉庵ヘルメ君、美人のゲストさん、こんばんは。ありがとうございます。すみません、さっきまで愛車の洗車に行ってたのでメール遅れてしまいました。大丈夫ですよ。オンタイムでございます。もうこっちは融雪剤バンバン巻かれるんで車が汚れるし、放置するとサビの原因にもなるんで、雪を溶かすためのね、ちょくちょく、あの雪のお話があったんですね、うん、ちょくちょく高圧スチームで洗車しなきゃならないんですよ。高圧スチームなの、そこなんだ。はい、すごいですよ。で、こっちはコイン洗車はお湯ですからね、とブイッということになって、そうじゃないとこの時間洗何がブイなのか、あ、顔文字が、うんね、うん、そうじゃないとこの時間洗車してる間に凍ってきちゃうんですわ。寒すぎてね、わらっと。ゲストさん、ゲストさん、雪好きなんですか。はい、私も雪好きですよ。やったー。好きは好きでも飛ばすのがですけど、わらわらわら、今夜も頑張ってください。飛ばすっていうのは 雪の上を車でぶっ飛ばすのが好きなのかな。あ、やっぱりタイヤは泣かすからね、うん、っていうキャラクターからするとそうだね、わからないけど ね、はい、ね、というわけなんで、ありがとうございます、ね、いやいつもね、いつもありがとうございます。さて、じゃあ最初のコーナー参りましょうか。はい、行きましょう。後半最初のコーナーは、待ってくださいね。はい、ですね。あれ違うね。もうね。そうですね。はい。はい。世界を良くするグッチングス。イエーイ。はい、こちらのコーナーは、まあゲストのね、こう、うん、これお気に入りだなっていうようなものを紹介してもらうわけですけども、はい、やっぱいいものをね広げていくことで、なんか世界がこうゆっくり良くなっていくんじゃないかということですよ。うん、でいろいろ紹介されましたからね、これまでも。いろいろ、そして良くしている、徐々に。ね。次あんの音響感とか。あのヘッドホンはマジでもう周りでガンガン使われてますからね、だから。あの確かに年末の忘年会であれを紹介したら2人その場でアマゾンで買うっていうすごい、はい、使ってるわけですが、本日はちょっと美香さんに何かいただきたいわけですので、はい、どうですか。ちょっと待ってくださいね、はい、ここはどこ隠せばいいんだろう。ここ隠せばいいかな、うん、えい、あれ、わかんない、えい、じゃじゃん、うん、はい、あ、何ですかこれは。年間パスポートです。年パスですよ、ディズニーの。おー、じゃじゃん、ね、はい、それは、なんだろう、ね、いつでも行けるってこと、はい、おー、1年間いつでも。浦安に住んでるんだよね、確か、はい、の方に、うん、そうです、でもうめちゃくちゃ行ってるわけですよ。めちゃくちゃ行ってます。めちゃくちゃ行ってる。のどこ隠せばいいか、どれぐらい、いいんじゃないですか、どれぐらい行ってるんですか、まあ、ちなみに、うん、今日、あ、今日じゃないや、今日そうそうそう、ね、うん、今年に入って、うん、今年に入って1、2、4回。おい、ペース、ペース、週1以上だ、ペース、週1以上だ。え、なんか今、うん、あれなんですよ、なんか年間パスポート持ってる人と一緒に行くとチケットが安くなるみたいな、うんうん、ああそうなんだ、あ、そうなんですね、があって、で、もう1日はもう友達カップルのために朝行って、あ、じゃあチケット2枚くださいって言って、で、帰るの、で、帰りましょう。ちょっと中入って散歩して、その日美容院だったんで、よし、じゃあ美容院行こう、よしと思って帰りました。あのね、通常ね、やっぱり生活の中にね溶け込まないんだよ、あのディズニーランドっていうのは。そうだね、非日常、ね、そう晴れの日の、うん、本当に気合い入れていくやつだから、あ、どうしよう、行って帰ってこないんだよ。この前びっくりしたのが、あの俺の食堂ね、あの家で飯を出してるわけですけども、うん、そこにこう来てくれるって言って、うん、忙しいけどな、あのちょっとだけ行きますって言って、 ありがとうねって言って来たら、何に忙しかったかっていうと、ありがとうございます、あの直前までディズニーにいらっしゃったと。あ、うん、で食ってディズニー帰ったの。ありがとうございます。え、あ、ディズニー直前までいて、はい、杉谷のところ来て食べ、飯食べた後ディズニーに帰ったんだ。はい、おいと、うん、俺へのハードルやばくねえかと。
でただ俺飯出して500円もらってるだけなのに交通費と、ね、てか夢の国を差し置いて、うん、うちっていうのがねすごい気になってて、うんうん、杉谷食堂そうありがたい話だけどもやっぱりこう常人と比べるとディズニーが当然のものになりすぎている、うんうん、でやっぱ気になるのが、はい、ディズニーって当然のものになっても楽しいのかっていうことなんですよ我々からするとやっぱりこう、はい、晴れの日にディズニー行ってやディズニー自体楽しいけどもあの子特別感があってこその部分もあるだろうという気がするんだが、うん、そんなこうね週に1回とか覗いちゃうとどうなの近所だよねもうねあ近所です楽しいの楽しい楽しいっていうかそんな頻繁にでも変わらないよねなんかアトラクションあれですもう東京駅みたいな東京駅東京駅ってどういうことなんだろうちょっと待ってなんか東京駅行ってお洋服とか見るじゃないですかあ東京駅なんかファッションショップウィンドウショッピングで並んでるからね、うん、いろいろウィンドウショッピングとか、うん、ご飯、はい、食べたりとかするねっていう感覚なのでちょっとしたお出かけなんだねあてか楽しいとかじゃないですだからもうあもうルーティーンの中にあるわけだ通ったからみたいなそうですそうですああ今日じゃあディズニー行こうかなって言ってディズニー行って、うん、ショー見て、うん、わははって笑って一人だったりも一人ではあんま行かないですけど行かないんだで なんか友達とかとなんかあとは最近は近所の子供とお母さんと3人で行ったりとか最高だなこいつはで子供とうわーってやってキャラクターとわーやってよし疲れた帰ろうっつってなんか連れてってほしいわ行きますこのテンションでさディズニー駆け回って楽しいだろうね、うん、なんかこう全部知ってるだろうしそうねなんだろうね好きですかディズニーいやあ人混みがそんなにいや俺は嫌いではな い普通に、うん、楽しい意味は分からないあ意味は分からないんだちょそれはぜひちょっと、うんうん、聞きたいです聞きたいです意味分からなくないあんまり何がですかあれは何あれは何なのなんかあれは何最もよくできた遊園地だよはいあいやうんあじゃあ後楽園好きですか行ったことないあじゃあ遊園地みたいなものに行くことある、はい、興味があんまりない富士急とかよみうりランドとかない一切ないこういう人もいるんですよ絶叫乗ったことあります絶叫いやまあ一応あるけど、うん、だからディズニーも一応行ってみてよあの大学4年生の時、はいうんうん、どんなもんかちょっとそうそうそうなんかそのゼミのね後輩たちが行こう、はい、行きますみたいな、うん、ヘルメさん来てくださいみたいな、うん患者しも行くか行くかみたいな、はい、ですっげえ朝すぐ入って、はい、でなんか夜までやってるじゃない、はい、だからそれもマックスでいて、はい、もう全部回ったの、はい、俺入ったら全部やりたいから、はい、で全部思い切った結果何だったんだろう今日一日はっていう気持ちになって、うん、みたいないやまあ楽しかったよ、はいおうん、なんかまあよく分かんなかったなんかあれもうよく分かんなかったっていうのが結論かなよく分かんなかったなんかどう楽しんでいいのかみたいな感じですか、うん、俺の楽しみ方がやっぱ違ったのかなだからいやどうなんだろうね一応楽しんでみたよ全部、うん、なんか、うん、で車に構えてっていういやそういうのは俺したくないから、うん、行くんだったらやろうと、うん、いやもうガチでやろうみたいな、はい、いや俺がむしろ先導途中でするぐらいの行こう行こうみたいなでなんかちゃんと昼も夜もちゃんとそこにあるもの食べて、はい、間でもなんかちょっとしたところのやつもちょっと食べたりみたいにして、はい、ちょっとやったよでもなんか、うん、って言ってますけどこの人でも私もなんか楽しむっていうかなんて言うんですか嘘だろだから当たり前だから当たり前だから行き過ぎて分かんなくなった人逆に逆にマジで分かんない人がでもなんか行ったら楽しいですよねうん、まあまあそうね行ったらなんかこう「おっミニ」みたいな、うん、そうですそうですおみたいな有名人になったような気分になってしまうそうそうなんかレアキャラとかにこうやって、うん、うわーって手振って、うん、振り返してくれるとすごい嬉しいんですよ、うん、うん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 わかります、うん、向こうがねそうですミッキーとかに手振ってもみんなにこうやって平等だから、うん
そうじゃなくて、あー、あーすらーみたいな、わかんないな、うわーってやった時に、うん、こうやってられると、はあ、私を見てくれた、うん、やったー、私のためにっつって、うん、そうね、まあただ俺もそのちょっとあれなのはなんかやっぱディズニーを使って楽しませる側に回りたくなってしまうというか、あ、向こう側ね、だからやっぱりこうどうしてもそっちサイドの人間なんだなと思って、ただ楽しまされる側にでなれなくて、こう集団で行ったらファストパスをいかに取るかとか、あなんかこういかにこう最短距離で動くとかを考えたり、そのなんかキャラクターがいたらどう絡むかとかの方 に考えちゃうわけよ。なるほど。どうすれば面白くなるだろう、このディズニーというのを使ってというのになっちゃう部分があって、だからちょっと普通とはあれかもしれないけど、まあ、それはすごい楽しいので俺は楽しいんだけど、うんうん、そうだね、はい、なんか、うん、こう楽しみつついつもなんかここで小さく、あ、なんて言うんだろう、なんなんだ、本当の自分でいいんだよみたいな無理して楽しんだ自分に気づいてしまうわけね、いつもいるから、うん、だからこう頑張るんだけど、うん、そうか、ある種その本当に、まあ、洗脳というか、うん、もう なんだろうな、なんかこれが楽しい、うん、これが、うん、それはあると思います、思いっきりやってくる場所なんだよね、そのこれが楽しいだぞ、ドーンみたいな、うん、楽しめーみたいな、そう、すべてだから、やっぱり抗うからね、うん、それに、いや君は、いや、あれが痛いわけじゃないんだよ、でももうそういうタイプだよね、だからね、うん、いいんだか悪いんだかあれですけど、なるほどね、そういう感じはありますけど、まあでも、うん、やっぱ毎日ね、毎日はいかないか、ないけど週4ぐらいでね、はい、週4じゃないね、月4ぐらいで、でもさ、このタイミングで年パスを買ったわけでしょ、これ高いの、これはこれで6万ぐらい、これ C だけなんですけど、ランドだ、ランドもあ、てか2パックだと9万いかないくらい、何回行きゃいいんだ、でも月1で行けば全然、そうだわ、ええじゃねえ、なるほどね、え、なんかあれが面白いんだよね、何、なんか小ネタを見るの、あ、もうそういう感じになってくるわけだね、なんかもう毎回ダンサーさんたちが違う小ネタをやるわけですよ、はい、おやっぱ配慮があるんだ、そういう、はい、ガンガン来る人たちに対して、だから私、あ、昔なんですけどね、昔は1個のショーを見るために行ってたんですよ、うん、なのでショー5回やるんですけど大体、うん、もうだから1回見て出てすぐ並んで、2回見て出てすぐ並んでみたいな生活でした、バケモンだ、だから5回毎日同じショー見て、そのショーが大好きすぎて、うん、まあ私がっていうか、お母さんが、お母さんが、そう、お母さんの、お母さんのなんかお供みたいな感じで買ってもらってるんで、お母さんか、そうです、やっぱり家族からしてすごいところがあるな、うん、なので、うん、なんか全然もうだから楽しい、私は楽しい場所って思って生かされてるわけじゃなくて、うん、もうそこにいたのですで、うん、に、あ、もうなんか、うん、あ、楽しいね、あ、すごい、こんなやつなかなかいないよ、ちなみにやっぱさ就職しちゃうわけだけども、はい、え、はい、うん、これはどうなっていくんだろうね、だってこれ有効期限的にはもう8月まであるわけでしょ、はい、あ、行きますよ、行くわけだ、うん、ゴリゴリ行くわけだ、行きます行きます、いや、会社ちょっと早く終わったかな、よし、じゃあちょっとだけ行ってみよう、うん、感じじゃないですかね、やっぱなんだろうな、あのそれがねなんだろう、いや、まず慣れてるっていうのはある上に、うん、あの地のテンションの高さっていうのがそれを可能にしてると思うそんなことないですよ、会社帰りの感じで普通の人がディズニーに行けるかって無理え、でもいますよ、スーツの人そう、じゃあ同類だ多分一人でいます、一人で、そういう人はなれるわ、そいつと、うん、やっぱりあの結界を破って非日常の世界に、うん、その日常から突き破っていけるっていうのはやっぱ毎日祭りだからだよねっていうのはねある気がしてきたね、うん、すごい、まあ、でも家近いんだもんね、はい、っていうのはあるだろうね、うん、はい、どれぐらいで行けちゃうんですか、時間的に、バス乗って15分、マジか、それはもう
そっか、じゃあしょうがねえかもしんねえな、うん、何がしょうがないか分かんない特殊な場所にお住まいだからしょうがないなるほどね、やっぱでもやっぱこう、行ってないとダメなんだなんかディズニーって BGM かかってるじゃないですか、うん、常に、うん、知らないんだけどね、うん、かかってるんですよ、かかってるんだね、かかってるんですよ、うん、はぁ、あ、聞いてないなって思ってだんだん、あぁ聞けばその3言葉を変えばあ、だちょっと BGM 不足になってくるの、生活の中で、で、なので、私普段から聞いてます、うん、ちゃんちゃらんちゃ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 んすごいジッパリルーダージッパリデーってね、で、なんだったらショーの音源流してもらえば私何でも踊れるんで踊れるんだ立派な隠しでシャーンってね、あ素晴らしい、あ著作権の方がね、振り付けの著作権の方が、あ厳しいから、まあ、でもこんだけ愛してる人なんだからさ、ちょっと多めに見てください、はい、ライオンさんからちょっとメールが来てます、はい、ディズニー、ライオンさん、自分仕事ではディズニーランドの裏側に入ったことがあります、あまり詳しいことは書けないのですが驚いたことがあります、はい、それは裏側でミニーが歩いてたのですが、自分がぼーっと眺めているとミニーがこちらの視線に気づいたのか、こちらに向かって手を振って愛嬌を振ってきたのです。ディズニーの徹底した雰囲気作り、世界観作りはすごいなと思いました。裏でも、うん、裏でもミニ、表裏なし。ああ、共通点が見つかってしまいましたけどね。うん、すごいね。というわけですね。うん、すごい。俺もあのなんか企業のファストパスみたいなのがあって、あの第一生命に入ってたんだけど家族で、うん、そうするとあのビッグサンダーマウンテンは第一生命がやってるところなので、ああ、そうなんだ。そうするとなんか時々こう特別入場みたいなのがファストパスよりもやべえやつみたいなのが、裏側に通されてなぜかなんかジュースが飲めて、うん、ちょっと立つとあいじゃあもう先頭でっつってあの入れるみたいなのが、そういう意味で裏側に行ったことがあるんですが、だから実はあれ全部企業の持ち物それぞれねだったりする、はい、スポンサーがあったりするからそういうところも含めて面白いけどね、あの経済的にっていうか経営的に言うとなんかディズニーってめちゃくちゃ面白いのは、うん、あの財務諸表を見ただけでディズニーだって結構わかるんだよね。ほう、あの他の企業とめちゃくちゃ違うのがもう莫大な装置産業というか敷地とあの固定資産、はい、あのものっていうのが、うん、その資産の比率の中でものすごい高いと、でその上で利益率がめちゃくちゃ高いと 20% とかあるってなるともうディズニーしかありえないと、オリエンタルランドしかありえないっていうようなことが分かっちゃうと、ね、これあの割とそういう、こう問題として出て、ああ確かにねみたいなのがあの財務諸表を見るときにとかあるんですけど、だから特殊な企業なんですよね、あれもね、やっぱすごいんですね、面白いですけどね、はい、いやすごい、まあ、でも行く人いるよね、俺の知り合いもよく行ってるみたいだわ、うん、うん、はい、なるほどね、はい、はい、ディズニーの年パスというのがグッドシングスということで皆さんも、うん、久しぶりに行ってみてくださいはい、ということでございます、ありがとうございましたありがとうございます、はい、イエイ、すごいなぁ、よいしょ、ディズニー行ってみるかな、また、ね、違いが浮き彫りになったところもありましたさて、あ、またメールが来てますので、マンダラ入る前に入ってもいいですか、はい、でもタイヤを泣かしても女は泣かさない新州人さん、ありがとうございます、言わなくていいことかもという兼題できております、どうしようかな、言わなくてもいいかなと思うんだけど、言わないと気が済まないし、わらわらわら、スギアンの気持ちがよくわかります、パク、何どこなんですかね、ここから先はヘルメ君読むかどうか君が判断してください、わら、まあ、基本的に僕は全部読みます、読んでください、ゲストさん、はい、前髪がない方が絶対いいわ、おでこ出しなさい絶対いいよという、え、こうですか、こうですか、こういうこと、人によると思うよそれ、前髪作ってみて、前髪作ったらこうです、前髪なくしてみてこうです、ああ、まあそうかもね、まあ目鼻立ちというか目がくっきり綺麗だから多分そっちの方がいいんじゃないのかなっていう感じなのかな、伸ばしたいんですけど、じゃあ一回伸ばしてたんですけど、うん、ちょっとイメチェンでバサッて切っちゃったんです、うん、で足食ったなと思って今また伸ばしてます、伸ばしてます、まあ、そんな綺麗な部位する、というわけなのでちょっとまあ個人として、まあ、でも一人の意見としてね、あの、はい、取り入れさせていただいて、ありがとうございます、まあ、伸ばしてるんだもんね今、じゃあ、たらまたこう
こうなんかなるのかな、伸ばすと。そうです、ワンレンというか、あ、てか一時期そういう時期があって、あ、だからそうですよね、あ、だから連発がそうなんだ、連発が前髪ないんだ、なるほど、あ、それで見たのか、あ、なるほどね、細かいとこまで見ていらっしゃる、なるほどね、そうです、なるほど、まあこれより俺今の方がいいと思うけどね、うん、本当ですか、うん、写真写り的なあれなのか、はい、まあ、はい、じゃあまた伸びたら来てもらうということで、うん、やった呼んでください、お願いします、はい、はい、ありがとうございます、あと、すいません、もう一つ来ております、はい、僕も新囚人さんから来ております、新囚人コンビの本当にありがとうございます、はい、ヘルメさん、杉山さん、美人ゲストさん、こんばんは、美人ゲスト3人になってます、ミカさんね、はい、美人ゲストさん、こんばんは、はい、すみません、さっき愛知県の春日井から帰ってきました、あら、息子がこれから就活だそうで、いいアドバイスお願いしますというメールが来ておりますが、もう何も考えずに喋るダメだ、多分これダメだ、それ、まあ、少なくともこの人はそれでうまくいってるんですね、そうですね、でも多分それを受けた会社ですよね、なんかベンチャーだったら分かりますよね、それでかもね、どうだ、まあ、会社によっては、大手はもう、もうきちっとした、シュッっていう人が受かるので、まあでも俺がその結果論から言うと、俺も結局思ったことを言って落ちてよかったので、あの、まあ、作りに行ってね、ゴリゴリマジでもうどうしてもここだと、っていうことだったらもう全力で戦略を練っていけばいいと思うんですけど、まあそんなにどうだろう、どこだな、なんかどれが一番自分に合うだろうって思いながら探していくんだったら、もう自分を出して、ボンボン行って全部落ちてそれから考えろと、なるほどね、受かろうが落ちようが、まあ自分を出しておくと結果気持ちよく受け止められるのかなって、まあね、それで作った自分で採用されてその後ずっと作り続けるっていうのも大変なのかなっていうような気が、まあ、俺個人の体験からするとね、ありますけど、でもいいアドバイスになってるんじゃないですかやった、はい、ね、はい、っていうようなことでどうでしょうか、頑張ってください、はい、はい、あ、ちなみに、ね、さっき僕があの保険をミナ保険って呼んだんですけど、皆保険でしたね、はい、全く無知ですいません、いやいや私も多分絶対読めないという感じでございます、はいはい、じゃあ行きましょうか、はい、最後のやったー、行きましょう、はい、もう最後か、本草マンダラ、イエーイ、はい、本草マンダラ、はい、こちらのコーナーは、まあ、皆さんに先ほどのね、マンダラの中から、選んでいただくなどいただいて、はい、投票して、はい、多いやつを喋るというふうになっておりますが、はい、杉谷さん、統計を言ってもいいでしょうか、はい、お願いします、今回もメールもいくつか来ておりますし、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、うん、すごいですね、うん、すごい、うん、なんで、なんでいや、なんかありがとうございます、ありがとうございますみたいなのがもうなんかこうレギュラー感があるよね、考えうるよね、このテンション、やったねえ、保ってくれるさ、有吉とか好きそう劇団一人とかこういう子いるとね、そうですね、はい、いじりたいだけいじれるこいつだと思ってね、はい、はい、6票ついた方が来ておりますね、はい、まず、はい、受け継ぐって難しいよね、はい、はい、男と女っているの1番と4番、そして、うん、6番趣味を仕事にすべきかしないべきかが、うん、1票ずつ来ております、うん、最近の女の子どうに3票来てます、すごい、うん、気になるんですかね、武井くんやったよ、ね、武井くんやっぱり読者のね、うん、読者じゃねえや、視聴者の声っていうのが ね、はい、すごい、はい、あとですね、5番雪の話がね、うん、雪って嬉しくないが、うん、一つ来ておりますし、うん、うん、もう一個来てましたね、男と女っているっていうのがもう一票来てますね、うん、だからそれは2票ですね、はい、なので全部です、そんな感じです、はい、はメールの方は、あ、メールもそんな、あの今言った男と女っているっていうのと、うん、
雪が1票ずつとなっております、はい、ありがとうございます。じゃ あ最近の女の子から危ない、もう1個ありました、はい、立川市のツーさんからも、ツーさんありがとうございます。最近は多数の人がメールやマンダラのリクエストしているので安心してアーカイブで楽しんでいます。ありがとうございます、すいません、はい、気にしていただいて。先週は杉野いなくて寂しかったな。ありがとうございます、はい、嬉しい。今週は3番、一生懸命考えた、うん、面白い作り話はその場で生まれた面白いハプニングに勝てるか、うん、お願いします、はい。今日は数学専攻の方、私は今二変数関数の積分で四苦八苦しています。あら、教えられる？いやだもうもう今もうもう嫌です。難関ではあるんですか、難しいところ。いやてかもう、うん、今もうちょっと数学からもう今頭をもう、ちょっと今じゃあごめんなさい、 NG、 数学 NG で、はい、NG 出ました、ごめんなさい。大丈夫です、大丈夫です、はい。それでは一つ目からいきましょう、はい、最近の女の子の話からいきましょうか。はい、これ俺じゃねえ。いやまあ俺が出しましたけど、はい、最近の女の子どうでしたっけ。はい、まあだからそのね、見てくれている彼は、はい、そのまあなんかなんだ、あの太ってんのを隠してるとかがね、いろいろね、うんうん、あの上に出てる、ありますよみたいなことですけど、はい、じゃあ最近の女の子からすると、うん、最近の女の子、女の子ですか。もちろん、はい、そこはね、まあ、女子校にいたせいでみたいな。そうですよね、うん、知らないですけど、どうなんですかね。どう思います。うん、まあそうか、どうだろうね、最近の女の子は。うん、まあなんか大変そうだな。おー、大変そうなんだって思います。なんか、うん、SNS とか、あ、なんかいろいろ見て、あー大変そうだなって思います。いろいろ頑張らなきゃいけなくてっていうことなの。うん、なんか問題になるじゃないですか、 SNS とか、うん、の発言をこう見て、はいはい、なんか例えば個人名とかが書いてあって、うん、みたいなのをなんて言えばいいですかね。何、炎上みたいなこと。炎上っていうか、なんか、うん、そのある特定の女の子が、はいはい、ある特定の男の子と一緒にご飯を食べましたっていうのを例えばインスタに上げるじゃないですか、はい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 、そしたらなんか、うん、それが問題になるわけですよ。問題、周りの女の子で、なんか、はいはいはい、食べてたらしいぞと。そうです、そういうつもりなのかと。そうです、そうです、はいはいはい、いやなんかそれは意図してるのか意図してないのかみたいなのを考え始めるわけですよ。なんかすごいめんどくさい、あーもういい、あーいいって思いながら私は話を聞いてるんですけど。どうやって聞いてんの。へえ、大変そうだね、うん、いいと思うよ。そのまま言ってんだ。ね、やっぱりだからそういう意味ではその男の子側の感覚を持っていただいてる気がするというか、うん、なんかそのなんか女の子間の政治みたいなのってマジで大変そうだなっていうのは、うん、なんか別に参加したわけじゃないけど大変なんだろうねっていう、ね、印象はありますけどね。こう本当に絶妙なバランス感覚でパワーバランス、うんうん、やってるんで。ある A 子ちゃんと会ってる時は B 子ちゃんのことをなんかちょっと悪く言うけど、うん、B 子ちゃんと会ってる時は A 子ちゃんのことをちょっと悪く言うみたいな、うんうん、どっちが感想なのかちょっと教えてほしいんだけど、どう思ってるの、うん、その子のことをみたいな、うんうん、そういう意味ではもう表裏のねえパーって変えてるみたいな、逆だもんね表裏ない人からすると、うん、ちょっと大変そうだなって思いましたから。あ、だよね。あの友達で、うん、ママ会っていうものが怖いと。なんか、あのなぜ働きたいか自分が、うん、専業主婦じゃなくての一番の理由に、うん、ママ会に参加したくないって言ったのね。ほう、あの子供は欲しいんだけどもママ友が集まる場みたいなのに、うん、行きたくねえと、うん、だから働きたいって言ってたの、うん、なんだそれっつってもうちょっと聞いたら、あのいやなんかね、はい、女性っていうか母親同士の子をすごい政治、それはそれで、うん、だから変わんないんだとね、うん、女の子が集まると、はい、でなんかちょっとこうそこにいない子の、
あのお母さんの子供の悪口を言ってみたりとか、うん、なんかこうあの情報収集をしているようで全く意思決定に関係がないことをなんか言ってるとか、 そのなんか、はい、あの学校はどうとかいうのを薄っぺれえこと言ってると、うん、私はあれに絶対に参加できないと言ってたのね、うん、でそれでパッと思ったのが、なんか女性ってそのなんかさ、せっかく能力があるのに社会で生かされてないとか言うじゃん、はい、でなんかそれをこう発揮する場として、なぜか自分たちであの高度なコミュニケーション能力を戦い合う場みたいなのを設定して、はい、あのママ友会とかあの井戸端会議みたいなものを繰り広げてるんじゃないかと、うん、なんか人間では退屈が一番辛いと、うん、であの有志以来ね、こう退屈ってものを知ってしまったかのように、暇と、うん、あの退屈の倫理学ですけど、はい、あのまあ、なんかそれをこうどう克服すかっていうのを戦ってきたと、うん、その中の一つの発明が女性同士のコミュニケーションの難しさなんじゃねえかみたいなことを、うん、高度に複雑に発達させてしまったと。そう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 、でそれでこう生きがいというかね、自分の能力を発揮してる感をこう得てるんじゃねえかみたいなことを思いついたみたいなことがあって、それの準備をしてるのかなと、もうね小さい頃からみたいなことを思いましたけどね。なるほどね。ママ会か、確かにね、怖くありますよね。あ、何なんか自分のこと言われるのは全然構わないですけど、自分の子供のことじゃないですか。だからああちょっと嫌だな。それは嫌だよね。怖い、うん、うちの子をやめてくださいと。めんどくせえな。めんどくせえよな。なんかそれがめんどくさいっていう人たちでさ、徒党を組むというか、逆にね、ねえのダメなのかね。うん、そうなんだろう。ちなみに俺の最近の女の子は、最近の女の子はね、あの、はい、あなたの最近の女の子はどういうこと、はい、これ見れ取れます。あの僕ローラっていうアプリ入れてるんですけど、ほう、あこれスピノザね、裏がごめん、知らねえわ、うん、これローラっていうアプリがあってですね、これローラはまあこの、はい、あこれあの僕あのこの彼女のローラーの中で、まあ、女の子のファッションとかをこういろいろ、そういう SNS というかこういうね、いろいろ、はい、こういうのを僕持ってるんですけど、はい、その中でこの彼女のいる彼氏っていう、この前シェアしてましたね、あのちょっと今出ないですけど、うん、漫画が、ね、漫画があるんですよ、うん、漫画、はい、あのまあ、渋谷のサイアンエージェントみたいなところが題材となった漫画で、あの、まあ、彼女のいる彼氏、まあ、憂鬱でなければ恋愛じゃない、はい、第45話、うん、まあ、これ非常にいい、いい第45話なので見てほしいですけど、はい、それだけ読みました。あの、あ本当ですか、うん、いやあれへ の, あの、うん、異常な女子たちからの共感のコメント、うん、びっくりしちゃって、うん、その女子たちだけからなんかすげえ共感されると、すごい共感されると、うん、ただこの第45話は、うん、自分が、うん、会社の中に彼氏がいるんだけど、はい、彼氏が忙しいから最近うまくこうプライベートできてない、うん、はい、その中でその自分の上司 の, あのパートナーっていうか彼女がいる上司といろいろなっちゃうっていう第45話なんですけど、うん、これへの共感がすごいっていうのは全くどういうことなのかっていうのが、うん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 、お前もいいなと思ってシェアはしたもののこんな来るとは思わなかったと、うんうん、こんなに共感すんのか、うん、今の若い僕世代の女性は20代、うん、はい、まあ、前後、中盤前後ぐらいの、なんかどういったどういうことなのかなって、そのコメントから何か読み取れない、どういった共感なわけ、私もそうなっちゃうわみたいな話なの。いやそうなんですよ。あ、そういうこと。あのこの、え、彼氏はいるけど他の人と、はい、あのこれあれまあこの徳永っていう彼女のいる男 の, あの上司ですね、でこれに、まあ、主人公の女の子がいて、はい、この子たちが仕事の休みに、まあ、この子の彼氏ね、別の彼氏が遊んでくれないから、はい、上司に誘われて、はい、まあ、一つプロジェクト終わったしピクニックでも行こうぜみたいな、デートしようぜみたいなので行ったら、はい、まあなんかこう楽しげにね、まあ、チューとかしちゃうみたいな、うん、でそのまま家行っちゃうみたいな、家行っちゃうみたいな感じなんですよね。まあ、最近彼氏は遊んでくれないしみたいな、プライベートもなしでみたいな連絡来たからもう行っちゃうみたいな感じになっちゃうっていう、これに共感するんですって、そうなんだ。どうやらだから、まあ求めてる、徳永を求めてるらしいんだよね、それに共感する
ことを SNS 上で晒すっていうことは、うん、あのほっとくと私は浮気しますよって言ってるなのか、逆に言うと来いよっていうメッセージなのか。来いよ男どもうん、あのこっちが彼氏いるからとか彼女こそういうこと関係ないと、うん、あなお前ら来いよ来いよとで お前も彼女いていいと、うん、来いよっていういいよ来いよそういう関係を求めてんのかなっていう。おすごい、おねえ、うん、まあっていう感じなんですかねみたいなのは最近女の子に対して、でまあちょっとすかさずちょっと周囲のね仲いい女の子とかにもね、うん、この事情についてやっぱヒアリングをしたところ、すかしませんね、はい、すごい、これどういうことなのかと、はい、っていうと、うんと不倫は丸ついと、おまず社会的状況として、うん、さっきのやっぱ働きたくなってると女性が、はいはいはい、ただその中でやっぱ働くと忙しいと、時間もないと、でもやっぱ恋愛も同時にしたいと、はい、だけど時間がないと、うん、で彼氏も忙しいで買ったりするから時間が合わないと、はい、だけど寂しいと、うん、でこの時にこの寂しさどう埋めるかと、うん、で不倫はまずいとやっぱり、うん、いろいろリスクもあるし、うんうん、だけどだからじゃあ普通に男の子はダメなのと、うん、別に付き合ってない、うん、それはダメだと、ダメ対等じゃないっていうね、ほうっていうのと、あなるほど、向こうからこうしつこく来られてもめんどくさいから無理なんだって、うん、対等じゃないってどういうね、向こうが彼女いない、こっちは彼氏いる、うん、その対等性がないと、ほうだから自分が彼氏と遊んでる間その子はどうするかってことですよね、まあ、申し訳ないじゃないかと、そうそうそう、だから対等じゃないし面倒くさくなるのも嫌だと、だから不倫もダメだと、うん、だけど寂しいと、うん、帰結するのは、うん、彼女のいる彼氏がいいんだって、ちょっと怖いだから向こうもそれを秘密にするインセンティブがあり、うん、ありでちょうど A と、ちょうど A と、あもうタイトルからしてど真ん中なわけだそう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 、で内容もそういう、へえっていうやっぱ傾向、まあ全体としての傾向なんだろうけどね、その全ての人がそうだって話とかではなくて、シュレイ・マディソンみたいな、なんかもうそういうサイト作ってさ、なんかマッチングサービスみたいなのしたらめちゃくちゃ儲かんのかね、まあ、そうなのかね、なんかこうディストピアな感じはするけどまあね、だからはあ、なんかすごいですね、ちょっと分かんないや、分かんないよ、彼氏はいるの今、いないです、ああそうなんだなんかちょっとそんな気がしたね、ごめんなんでそのコメントお前すぐ言わなくていいこと言うなお前はでも言われます、言われます、はい、いなさそう、はい、いないです、いやいいんだけどさ、うん、いやまあそういうことはなんかちょっと最近の女の子どうには僕は面白いね、うん、だってもう割と過半数っていうか めちゃくちゃいるっていう体感なわけでしょ、だからこいつもこいつもみたいな、多分だいぶ思想的には求めてるよう、そんな寂しいんですね、ちなみに、うん、そのちゃんと一人の人がちゃんとこう構ってくれると、うんパートナーとして、うんうん、っていう状態だったらそういう気は起きない場合が多いのか、それともそうでもいる分にはありがてえと、その別のね、うん、そういうなのかっていうのはちょっと気になってきますね、ここで、うん、いやもしかしたらね、うんうん、ちょっとこの件については追加調査ということで、皆さんメールは、ね、うん、ある種だからこう性が本当に解放されてきたね、時代的に、ゲイ、うん、レズビアンとかも別に受け入れられると同時に、なんかその一方でさ、その、まあ、ベッキーとかね、うん、めっちゃ叩かれるわけじゃないですか、うん、あれってのは反動なのかね、なん、うん、一応やっぱね、不倫はどうやらダメらしい、なるほどね不倫はダメなんだよ。ちょっと待って、不倫の定義は、要は婚姻関係が結ばれてる場合は NG。やっぱりそこは社会としてちょっと難しい。それはね、うん、最近別れの人類史っていう紀元前からの民族史をひたすら、はいはい、別れについて、別れについての記述を追ってきた研究者が、やっぱどの時代でもどの文化でも不倫はあるんだって。うん、それがふくらはぎそぎ落とされようが鼻そぎ落とされようが、そういう罰があっても どんな罰があっても不倫ってものは存在するらしい
しと同時に、まあだからまあそれこの結論はあの文化に対する自然の勝利だって書かれてたんだけどいくら文化が頑張ろうがしゃあねえんだそう、まあでもまあやっぱだまずいっていう気持ちも同時にあるからやっぱり罰も常にあるけれども文化側は常にそこでラインを引こうとする引こうとするけど自然は常に勝ってきたっていう自然は面白いな表現が面白いなまた自然の勝利うんまあっていう部分がかなり開放的になってきてる状態、うん、それを言っちゃうってとこがまた面白いよね、うんうんうん、だからあ共感するなでも言えないわそれはって言っていいねだけ押すみたいなさところではないわけじゃんそのコメントするっていうのはコメントが、ね、来てます来てます、うん、面白い、実に面白いですねすごいちょっとそれが分かる人連れてきたいね次ね、うん、いますようん、ちょっとよろしければちょっとそれを喋ってくれるかどうかは分かんないけどよろしければちょっと説得してまあそうね、まあ、別番組になるのかな別番組を企画してますかねまあでもそういういや社会学面白いですね最近の女の子事情なんですかね、はい、まあいろいろはいありがとうございます、じゃあ次2票入りましたあの流れもありますしちょっと男と女っているの逆にね、ここまで男と女際立たせといての、素晴らしい番組構成としては、うん、どうですか？いりますっていうのは何なの？その、そんなに意識しなくていいじゃんっていう話そうですそうです、うん、あの両生類になろうみたいなじゃなくてねはい、はいはいはい、いやまあ究極的には両生類でもよかろうみたいなでもよかろうなんですけど、うん、なんかそこで線引きされるのがすごい嫌なんですよね、うんなんか女だからどうとか女だからどうとかなんか、はい、私は、うん、あのまだ実家なんですけど、うん、実家で暮らしてて お兄ちゃんは、うん、もう門限も大学生の時はもう門限もないし、うん、何もないし、はいはい、何も OK、はいはい、だったんですけど、うん、私はすごい厳しくてそうだよねずっと言ってるもんね門限もあって、うん、友達の家にまだ泊まったこともなくてなんかみたいな感じなんですよ、うん、いわゆるインザボックスみたいな、yes. はい、それはなんかやっぱそういうのもそういう面でも男と女でばっか分けられるの嫌だし、うんうんうん、なんか男の子と女の子2人で遊ぶのもなんかあんまりよろしくないみたいな、うんなんかね、言われるじゃないですか、まあまあ、誰にだからそういう気があるのかってまず言われちゃうそうですそうです、ね、なんか2人で歩いてたら、うん、え何そういうなんかあれなの？ってんのみたいなって言われて、いや、うん、そうじゃないです。そうじゃないよ、はいはいうん。っていうような状況になるじゃないですか。それはなんか勘違いさせる方が悪いみたいなことを言われるんですよ。うん、いやでもいや男友達と普通に話したいこともあるじゃないですか。もちろん。うんうん、女こんな友達と話したいこともあるし。もうね、ん。なんかそこで別に女友達と話したいことっていうか、別にどっちに話しても全然私的には友達に話したいことだってそうですそうです別に男友達だから量が女友達ならそれは関係ないと思うんですけど、なんかそれをなんか区別されちゃうのがなんか嫌なんですよね、うんうん、一方で一応の確認なんだけど、はい、恋愛対象としてはお男だろうということは分かんなくてもいいよまあうん、どっちもいいことはないかもしれないですけどなんかそんなにそこも強い線引きがないんじゃねっていうような気分、うん、なるほどねだからなんかレズビアンとか言われるのもなんかちょっとよっとの、うん、おなんかそんなわざわざ言うなよみたいなそうですそうです人間が好きなだけだろそうですそうですいやそうだ、うん、普通に好きになった頃は好きなわけで、うん、別に悪いことも何もないのにすごい批判されるじゃないですか、うんうん、おかしいなって思うんですよね、うん、でもなんか考え方としてはさっき言ったような そっちの方向に来てるよねそれでいいじゃないみたいなだから、うん、ああだから、うんうんうんいろんな性のあり方っていうのは認められてきてるわけだけど、うん、でもやっぱり根強くそのあるよねでもなんかさ俺は別にあの女の子と2人で喋ってたりご飯食べてたりしても、はい、なんか言われる記憶そんなにないんだよねあのこれってもしかしたら男だとそんなに外圧がないのかもしれないそれもあると思います、うん、なんか女の子はすごい様に周りの人間関係を気にするから、うん高度な情報戦争が悲観でんじゃないのか悲観か何で悲観で美人だしねなんかそれはすごい嫌なんですよね、うん、なるほどね、うん、だからそれでいるって思っちゃうわけだ、うん、そんなそうですそうです、うん、
なんか気にするって気にしてたら頭回んなくないくなりません、うん、他のこと考えるよよとそんな暇だったらとそう、うん、なんかあの子とあの子付き合うのって自分もし好きな子だったらすごい気になりますけど、うん、もうなんか全然他の子で付き合うの、うん、付き合わないのどっち、うん、あのね俺も実はその、はい、他人の恋愛にものすごい興味を示す人の気持ちがわからないんですよ、はい、俺いやお前の、まあ、その一種ではあるかもしれないけども、うん、いやなんかあのだからあいつとあいつがどうなんだってとかへーみたいなうわーみたいなあるじゃん、はい、うんでみたいな、うん、お好きにどうぞと、うん、それはもうお幸せにしていただいたらいいと、うん、私には全く関係のないことでございますから他の話題に移りましょうと、うん、いうような、まあ、気分なんですよ私特段あのそれについてコメント申し上げることはなくて、はい、あのおめでとうございますなのか、はい、もうどうぞとお好きにどうぞと私はそれと関係ない、うん、でそう本当に そんな感じなわけ、いやだからそれが一つは そういう経験のなさから来る全然あのなんかそれに何かコメントするだけのね、うん、ないぞと、はい、別に引き出しがねえぞというのはあるかもしれないんだけど本当になんかふーんみたいな気持ちになるんだよねうん、まあ俺もそうだよでもあれそう俺よく聞くけど基本的にはふーんだよあ中ではふーんって思ってるけど、うん、なんか一応話題としてってことうんとね、うん、まあそのヘルスケアみたいなは分かんない分かんない俺も分かんないから安心してどういうこといやカウンセリングじゃないいや、うん、やっぱ男女の問題ってすごい、はい大変なことになったりする時もあったり、ねはいまあ、大変なことじゃなくてもこう普通に別れとかって苦しかったりしたりする時にあのまあちゃんとそれをこう分かってるとさ、うん、まあいろいろ状況が把握できたりするっていうのもあるから最近どう元気みたいなのの一連の流れとしてあそう一つの項目としてあるそれは。はいはいはいチェック項目のチェック項目としては基本的にはこう引いてはいるかな別にそれはそこでなんかどうなってんのとか、うん、そういうのなんか、うんまあ、気になりはするんですけど、うん、なんかそこまでなんかやばいじゃんみたいなのはないかな、うんうんまあ、でもなんか人々によっては本当にこう恋愛してないと死ぬみたいなうん、います恋愛 is the life みたいな人はいるわけですよ、この番組にあの序盤出ていただいたうちのすみれさんとかはかなりそっち寄りなんです ねっていうことを公言していらっしゃいますけども、うん、すごい、うん、もう、ね、言いますね、うん、でそれはこう恋愛してこなかったから人間側からするとおそんなそれにおおすね頑張んなみたいな気分、うんやっぱそこはこう人生の配分の仕方これまでどうしてきたかっていう習慣もあるだろうしもともとの何か性格なのかもしれないしっていうことなんですかね、うん、難しいねどうなんだろうね、うん、まあでもやっぱ恋愛でしか学べないものとかもあるんじゃないですか、そうでしょうけどなんか反復するようなセリフですけどなんか、ねそうでしょうね、はい、まあたくさんメールが来ております、はい、いつ来ております、一つデモクラ太陽中下女中さない新囚人さん、はい、ギツさん髪の話してごめんなさいネバック、はい、今日歩きしないでちょくちょく遊びに来てください準レギュラーとしてやったやったか分かんないけど気づいてた自分で、ところでゲストさん、はい、USJ にはお金を出せばアトラクションに並ばなくてもいい権利が買えるそうなんですけど知ってます、うんはい、ディズニーランドでもそういうのあるんですかないです、ないですけどディズニーは平等やっぱこれは平等じゃないんだやっぱり USJ は金の、うん、そうです経済格差がいやこの間行って、はい、あ9月に行ったんですけど、うん、1回初めて、うん、超楽しかったんですよ、うんうん、USJ がね、うん、すっごい楽しかったんですけど、うんうんそこだけは嫌だった。あそうなんか金お金で結局お金で時間を買うのかみたいな。うんそっかーってなりましたよね。それは反対なんだ。反対です。強く反対だそうです。反対です。あでもバケーションパックっていうのありますよ。ねそれ。なんか待たなくてもショーが見れるみたいな。ショーの時間待たなくても見れるみたいなのはあります。ショーに対してはあるんだ。はい。その線引きも面白いところですけどね、うん、
あともう一つ来てます、はいはい、どうぞ、はい、あれいいです、ありがとうございます、うん、友達以上不倫未満という言葉を最近耳にしました。誰か、あ、大山さんです。ただし、正しく理解ができ、多分正しく理解ができませんでした、うん、パッと検索したら朝日の記事が出てきました。もし関連ありそうでしたら触れてみてくださいということで、友達以上不倫未満、セカンドパートナーという不思議な男女関係とあって、まあ、記事になってるんですね、これの。もうすでにすごい、やっぱ社会現象なんだな、一つね。友達以上不倫未満、うん、もう恋人なんですね、恋人なのか、いや、っていうか、まあ、だからそれは婚姻関係の上での不倫って言ってるから、うん、不倫では、あ、まあでもこれやっぱり結局婚姻関係が前提にあるからちょっと大変なことになってる、大変なことになってる、おう、うん、一夫多妻制みたいな、まあ、うん、まあ向こうもこっちもっていう話だったり、うん、まあ不倫はもうね、ちょっと待って、自分で消化しないと提供して、ああこれ、うん、あ、記事ですか、ちょっと待ってください、結婚すると男女の愛は恋から家族へと変わっていくのかもしれない、うん、今互いに配偶者がありながら家族の家庭の外にステディーな異性の存在を持つ既婚男女が目立ってきたちょっと肩代わりして、とりわけ社会人として家庭人として順調にキャリアを築いているアラフォーやアラフィフ世代にその傾向が顕著なようだ。配偶者であるパートナーの次に位置するこの既婚男女間によるセカンドパートナーと見える関係は決して男女の関係を持たずプラトニックな間柄だからをも保つことで、当事者たちは不倫とは一線を画していると。ほう、セカンドパートナーは異性の友達とは違います。面白いな、遠い将来互いの配偶者それぞれが離子別して私たちが残ったならばその時は一緒になろうと約束していますから。でも男女の関係は誓っております、誓って持っていません。それだとただの不倫と変わりませんものっていう。なるほど、え、うん、死んじゃったら仲良くじゃないや、結婚するの。こう話すのは大阪府内に住む大手メーカーキム水木南さん、仮名44歳だから見た感じ、そのすごくうまくいってる家庭なんだよね、うん、彼女は長年通う英語学校で同じクラスだった3歳年上の広告代理店に勤務する既婚男性とセカンドパートナー関係を築いている。かれこれ3年目になるそうだ。10歳年上の夫との間には中1の娘が1人いる。夫とのセックスは新婚当時ほどではないが今でも続いており、家庭は至って順調だ。それはさ、夫に言ってるってことかいね、うん、でも言ってるわな、ここに出してんだもんな、実名で。仮名だけどね。仮名か。仮名か。でも、お子さんいるのにやっぱなるのか。あ、でも家族に公言してるわ。すごい。で、家族も応援してるって。応援？どういうこと？応援？うん。で、一方向こう側の家族も存在を知っているって。で、そして認めているという。そうなるともうシステムだね。うん、ですね、もう、うん、だって認めてるんですもんね、お互い。すごい。いや、うん、だから、うん、なんだろう、結局家族愛っていうものがある上で、でもその恋愛欲みたいなものは常にあるもんだと。じゃあそれを解消するようなシステムは必要だろうっていう発明だよね。うん、うんうん、自然の勝利、自然がむしろ文化化してくるっていう。だからそれがもし制度化されたら完全にもう自然が取り込まれた状態だよね。うんうん、あ、すごい新しい。でも奇跡的というかさ、本当にうまいことやらないとそうはならないじゃん。なんか寛容な夫、うん、相手方も寛容、うん、なぜかそこが好き同士になり、かつ家庭も円満、うん、家庭側で何か問題が起きたら絶対さ、こう圧がかかってくるはずで、お、旦那、あのセカンドパートナーじゃない方の旦那さんと奥さんがすごい、うん、うん、そうだよね。まあもしかしたらだからそっちにも、うん、そっちも持ってるってことだよね、場合によっちゃ、うん、だからうまいこといきますと、うん、すごい呪術さん、いやー面白いな。そろそろ実はお時間になってまいりましたので、わお、そろそろ僕はですね、総まとめの、あっという間、本日の一文字というコーナーを。ちなみに関戸さんから、ディズニーは障害者とその介助者は優先的に乗り物に乗れますという、あ、それはそうですね、つぶやきだけいただいて、はい、ありがとうございます。書道やるんですね、あの毎回これ、今日どんな話だったか、すごい、なんか年季入ってそう、割と書道が好きでずっとやっております。あと2分だって、
大丈夫だ、次やんなら、うん、もう各自は決まってるんですか、ね、これ考えながら、うん、最後にしてる、うん、へえ。はーい、行きます。はい、あ、各自 G、 そう、今それはね、杉谷がいつも即興で今考えてんじゃん。すごい達筆。愛と、うん、実はこの字はまだ出てませんでした。こんだけビッグワードですけど、今日はもう愛にあふれる話、そのディズニーの話からね、最終的には本当にこう男女の愛とは、うん、男女とは、ね、うん、家族愛とはというようなところまで発展しました、うん、大変面白い話題になりましたけどね、うんうん、いや楽しかった。どうなっていくのか日本の文化。そうだね、ちょっと ねかなり男女の関係は複雑になってきてますね、うん、ちょっとこれは1回で終わらないテーマだと思うので、またね、有識者の方とかね、有識者をお連れしたりしてお話できたら、ツイッターでとかするのか。最悪それもありですから、うん、皆さん声だけでメールなどとかでこれ反応いただけたらね、面白いかと思います。はい、はい、じゃあ本日ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ゲストお呼びしての、はい、また来週、はい、来週お会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。